以来お客様に支えられて、おかげさまで全国100店舗になりました。地域の皆様に愛されるよう、これからもずっと歩み続けてまいります。街の明かり、心の明かり、キコーナ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、キコーナチャンネル、本日はキコーナ、キセヤ川西店から生放送です。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日もね、川西カムロ店長、クリクリも来ていただいて、はい、うん、なんかもう連れか、連れみたいですね。もう仲良しやすねですけど、なんかいろいろなんか3人いっぱい持ってますけど。そうなんです。はい、これさっきじゃあ聞いときましょうか。盛りだくさんで、なんかね、誰からいきます？じゃあ僕からいいですか。あ、じゃあ中市からいきますか。はい、カモ店12月であれ、ちょっと待って、これカモ店のお知らせなってるけど多分来月転勤になるじゃないですかね。あ、この人来月転勤かもしれないですね。なんでカモなん？カモ12月で14周年です、はい、あ、おめでとうございます。ということで、あれ、この人カモの店長やったっけ。いや、来月からカモの店長で、はい、あれ、またキセラの店長で、僕、はい、キセラで就任します。降格かよ。はい、まあ、あの、カモがね、12月で、お誕生日ということで、おめでとうございます。はい、14周年です。すごい老舗になりましたね、14年なんで、あの、まあ、キセラもいいんですけども、はい、まあ、カモもぜひ。お、店長中志、はい、ね、来月から転勤ですね。代わりに役に言うときます。はい、よろしくお願いします。代わりにね、ぜひ、まあ、歓喜しかも近いんでね、はい、ぜひあの来てもらえたらと思います。いってらっしゃい。いってらっしゃい。マジか、早いな、新人店長頑張ってて。だいぶ飛び級なるんじゃん、これ。大丈夫？いや、もう主任なんで、もう次店長なんでね。あ、はい、あ、じゃあもうすぐね、頑張ってください。いけるかもしれません。冷たい、いきなり。お前、ね、めっちゃ冷たいわ。じゃあちょっと肝心のキセラもちょっと言っとく。あ、大丈夫です。あ、大丈夫。いや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 、いらんの。いいの。明日から、あの、はい、カモ店でファン感謝デーがありますので。カモ店だけね。はい、カモ店でファン感謝デー。マジか、これ全国殺到するやん。はい、そう、はい、外ればっかりです。ディスり合うっていう。ディスり合うっていう。当選率一番高いかもしれない、ほんまに。2分の1言ってましたけど、ね、いや、入りづらいっすわ、いきなり。ね、まあ、あの、明日というかね、まあ、日付変わりまして、18日から、はい、全国的にね、はい、パチンコバチロファン感謝デー、開催されますけども、はい、まあ、もちろん、キセラ川岸も、川岸カモも、やります。やります。まあ、キセラ、時間1回なんですけど、当選本数が6本あるんでね。当選本数6本ちゃうけど6人しか当たらへんやん。セット数が6本あるんで、はい、相当実は当たりやすいと。あ、そうなんですね。まあ、なんでわざと時間をずらしてて、はい、カモが10時45分と14時45分と、はい、で、そこ終わってからキセラ行くと。あ、なるほどね。それやったらまあ許してあげようかな。許してあげよう。上からやな。、はい、上からクリクリやな、うん、そうなんですよ。まあ、あの、3日ともキセラに関しては時間がもう統一されてると。1回だけです。もう1回のみ、一発勝負。はい、めっちゃ当たりやすいです。なるほどね。6セットですからね、今回。いやね、たくさんの方。1等ハワイ旅行。嘘。え、嘘です。それもハワイ旅行だけで終わってまうやん、景品。しましたからね、僕は。一応景品一覧をね、あの、今クリクリ店長に持っていただいてるんですけど、そうです、まあ、はい、テレビとかね、全部ありますよ。まあ、ルンバみたいなお掃除機かな、これね、はい、あと炊飯器、自転車、ミキサーとか。どれもらっても嬉しいんじゃないですかね。レコーダーとかあるもんね。はい、うん、まあ、さっきクリクリはあのルンバみたいな掃除機欲しい言ってましたけど。いいっすやん、絶対。あの、僕があの手書きで当たりって書いておくんで、それ引いた方は、うん、高橋店長からチャッチーなーハワイ旅行がプレゼント。マジでポケットマネーですか。てか、こんなんありました。ありました、ありました。なんで、6セットやから。なるほどね。あの、やっぱりお得意様にはそういうのがついてくるんですね。これずるいな。大人の力が働いて。予算分配少なかったんちゃうんかって言われてますけどね。あ、持って帰る。同じセットやったらええけどね。これいいっすね。まあ、あの、見本というか、あの、見やすくなっておりますんでね。はい。まあ、あの、キセラに関しては商品の方はもう、あの、中央通路のところにどどんと。めちゃくちゃ当たりますよ。そうそう、ちょっと遠いんですけどね。あの、あちらの方に、あの、全部セットしてありますんで。はい、後でカメラ映しましょうか。そうですね。ちょっとギリギリ届かないぐらいのね、さっき。はい。まあ、ぜひ、明日ね。テレビ当たりますけど、絶対テレビはね。はい。なんやねん。意味深なこと言うな。はい、テレビは。
テレビはね、しっかりお客様の元に届くようにしますので、そうですね、はい、ぜひあの配送はね、いたしますので、はい、配送します、はい、あの持って帰れないという方はぜひ、高橋店長が原付で、すごいな、すごいな、まあ、近場やったらいけると思いますけどね、はい、ぜひあのファン感謝でね、キセラ、川岸かもね、遊びに来ていただけたらと思いますんでね、よろしくお願いします、お願いします、一応ただいま。ただいまね、はい、ただいま近いんで3店舗ね、はい、よろしくお願いします、はい、あと寝台エレカはね、あの導入済みということで、はいはい、ケージ、まあ、12台入ってます、あ、多いですね、はい、ケージどうですか、やっぱりいいですよ、いいですか、カモと同じくらいです、はい、どういうことよカモと同じくらいでどういうこと、カモの4倍ぐらい、いや、カモ5台ある、あ4倍くらいです、大丈夫大丈夫ね、4倍やったらね、あれやけど、まあまあカモもね、もちろん寝台入ってるということで、はい、あとスロットもね、はい、あのクランキーセレブレーションがですので、もうこちらも導入済みということで、6台入ってます、はい、クソ台言うなおいおいどうよう言うわ、クランキーセレブレーションどうですか、セレブってますね、セレブってる、いやー表現が曖昧ですけどね、まあクランキー好きの方はね、ぜひ、はい、来ていただけたらと、甘いっすよやっぱり、甘い、うん、ね、まあキセラは割とねスロット あのバラエティというかたくさんありますしね、はい、400台あります、ね、キセラもうね、はい、キセラもう川西かももう400台ぐらいあんの、はい、あの総台数、総台数総台数総台数ね、はい、まあまあまあね、あの大きいお店好きな人もいるし、こじんまりした店ね、はい、好きな人もいるから、うん、その辺は住み分けできてると思いますんでね、はい、ぜひ寝台も導入済みということで、ファン感謝でね、ぜひ来てくださいね、皆さん、はい、よろしくお願いします、はい、あと明日は卵です、あら卵合同です、あ、これは、はい、どっちも来てくれる来るのかな、え、もちろん合同も言うてるけど、もちろんキセラだけです、あ、キセラだけか、もうややこしいなあの人これめちゃくちゃ人気なんで、卵市ね、はい、すぐ、いや10個で100円はいいね、めっちゃ安いでしょ、安い安い、明日はちゃくちゃ、万代もうちょい安くで売ってましたよ、それサイズバラバラで100、あれじゃん、98円とかちゃうの、ちゃうの、そうやね、多分 L と M がごっちゃなってるやつでしょ、はい、今日みかん食いましたけど美味しかったです、あ、いいですね、はい、これ漬物とみかんと卵はもう3日連続来てるんですか、そう、毎月、無人販売の方が安いですね、毎月邪魔しかしてないね、ほんま邪魔しかしてないな、毎月第3、水木金でやってるんですよ、なるほどね、はい、はい、まあ漬物みかん始まって、まあ今日は最終ということで卵、はい、もう急に見せるからこれはい、まあ、ぜひあのキセラに、卵市行きますんでね、はい、お待ちしてます、はい、100円で売ってますんでお金もないパン缶で当てて卵買って、はい、で寝台遊んで入ってください、はい、そうですね、でとどめのとどめな、とどめな、まあまあね、あの川岸かもね、抽選2回ありますんでね、歩いて行ったら40分ぐらいかかります、結構かかるわ表現変えましょうなんか違うやつで40分車で行ったら10分そんぐらいですね、まあまあ、歩いて行ったら45分ぐらいかかるんで車だけの表現歩きは言うたらあかんまあまあぜひ川岸かね、乗せ口から行けるかなって感じなんでね、はい、ただいまでは歩いて行ったらやっぱ45分ぐらいただいんちょっと遠いね遠いけどねまあぜひ地図見ながらね、はい、ゆっくり来ていただけたらと思いますので、ねはい、よろしくお願いします、ね、キセラは乗せ口から無料シャトルバスも出てます、ね、そう出てるからね、はいはい、時刻表もP ワールドに乗ってますので、はいはい、ぜひ参考にしていただいて、あんま止まってんの見たことない、ね、止まってますちゃんと止まって1時間に1本ぐらい止まってたんちゃうかな、はい、分かんないけどね、ただいん遠いって言われて、そうそうちょっと遠いけどね、まあ、この辺ちょっと車地域っていうんですかね、そうですね、はい、なんであとただいんもうそろそろ雪降ってくるんでやばい、まあ、正直ただいんマジで電波届かん言うてたんで、ね、本当に、まあ、今時珍しいですけど、まあ、そちらもね、はい、地域のお客様に愛されてますんで、はい、ぜひ遊びに来てくださいね、皆さんよろしくお願いします、よろしくお願いします、お願いします、はい、ということで今日なんか最初刑事かなって聞いてたんですけど、刑事多いでしょ、刑事多い、まあ、確かに今週刑事ばっかりやったでしょ、はい、なので、はい、今日は窓マギを打ちます。今さら窓マギを打つ理由は、そう言って。今さら窓マギを打つ理由は、はい、勘のいい視聴者さんだったらお分かりいただけると思います。なるほど。はい。いやまあ予習復習兼ねてね。そうですね。していただけたらなという感じですかね。僕が打ったことないんで。おい。ちなみにこの中で打ったことある人いるんですか。いやありますけど、正直辛いです。あ、辛い。まあ、クリクリはね、割とスロット好きやからね、はい、結構寝台とかも触ってるからって感じですけど、辛い、うん、印象がある。思んね
もんな言うな、うん、まあでも来てるはね、はい、台数多いけどね、8台あるんで、そう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 、まあ、しかも朝一の恩恵とかあるんで、18日にね座るべきです、うん、絶対これ、うん、明日18日のファン館なんで、はい、ぜひ、まあ、それを打つ理由はまあ見ていただけたらね、分かっていただけると思います、分かりました、はい、じゃあぜひまとまげ2今日はねちょっと3台ね用意してますんで、はい、まあ誰かはいいとこ見せれるでしょう、こんだけ売ってたらやれよやれ、もちろん、だって川岸カフェの店長でしょこの人、ちゃんと中市店長でしょ、来月から上司やぞ、来月から上司やぞ、ちゃんと行くとかちょっと知っておきます、やりづらいな今日すごいお前ね、なんかバドバギ2ってあんま出ないよねって言ってますけどね、出します今日は出します、はい、まあ、3人おるんで僕、まあ、ね、ニコ生だけ引きいいんで、そうですね、あの確かにそうやね、はい、あのだってコードギアスの時だってなんだかんだ言うて、はい、一撃出てましたからね、そうで す、うん、でその次の山佐の天下不武の設定バトルでも、うん、あ僕ピンで一番出しましたからね、そうですねそうね、はい、なんだかんだ言うて、まあ、宮店長割と引きいいんでね、ニコ生の引きはいい、そうですね、プライベートはちょっとあのお察しって感じですけども、はい、じゃあぜひね、今日はじゃあもう一応3台とも同設定というか、はい、上げ上げの感じですかね、わ、はい、かりました、じゃあ、カード真ん中、右カードとありますけどどこ行きます、店長決めてください、あ、いや、やばいカードいただきます、カードいただく、はい、じゃあカード行きましょうか、じゃあちょうどあの店長の媚び売らなあかんのでやりづらいな今日店長変わるからね、じゃあ僕端っこでひっそり打ってます、ひっそり出たいやでもここいいっすね、一番見やすい、はい、そうですよ、中央通路から見てもすげー見やすいな、そうですね、まあこちらもあの入り口がね近いので、無駄に広いな、無駄言うてる、なんやこの店広いなそれはだって総台数で880円もね、そうです、音量1、音量1、はい、1が一番いいですかね、そうですね、結構音大きいんでね、窓も今一応どうなんですかね、リスナーさん的にはなんか最高何枚出たとかあるのかな、3000枚ぐらいなのかな、やっぱり350枚ぐらいじゃんおうおう、ワンピックやまあな、まあまあね、それはありえるよね、まあ ART ね、 A プラス ART やったかな、さっさと入れましょう、うん、そうですね、じゃああの人ほんま自由やな、あの真ん中の人離れへんやん自由やわ、もう画面分かれへんけどね、真ん中まあ楽しんでもらえたらええけど、もうね、言われてますね、野球も終わっちゃいましたしね、あ、そうですよ、前回ね、あのお好み焼きどうやったんすか、あれ、まあ日本シリーズちょっと残念でしたけどね、そうですね、あと一歩って感じでしたね、そうなんですよ、なんかえらいその監督のちょっと采配が言うて言われてましたけど、いやもう今年は楽しみました、大丈夫です、あ、楽しいんだ、はい、いやもうカープだって25年ぶりです、ですもんね、はい、だいぶ景気良くなったってね、広島良かったなと思いますけど、あの 毎日実家の親父から新聞の見出しが送られてきました、はいね、広島負けたね、プギャーって言われてますけどね、いや本当ですよ、まあでも今年はやっぱり日本一になってもらいたいっていう願いはあったと思いますよ、みんなね、やっぱり良かったですね、32年ぶりにね、はい、日本一になるのはまた来年以降で、そうですね、はい、まあまあ広島はね割とあの育成もね上手だから、まああの外人のピッチャーも良かったですからね、クリス・ジョンソンですね、そう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 、良かったですよね、ただ黒田がねちょっと引退しちゃうのが残念ですけど、いやもう今日頑張ってくれました、本当にね、え本当に長い間お疲れ様でしたって感じですけど、はい、まあじゃあねちょっと名前出しとくね、広島だいぶ景気良くなったね、なんか経済効果72兆円もあったそうだよ、いや72兆は多分ちょっと言い過ぎだと思うまあ持ってる持ってる72兆までいったらどっかの国の国家予算も多分超えますまあ日本ね今財政なんですからね広島優勝効果そんなにあんのかなって感じですけど、まあでもね景気が潤えばいいね、あ、激アツ遅いやろあれ、あの川岸鴨の店長しこれ仕込んだ仕込んだんすか、スイカでいきますね、これさすがっすね、スイカビッグ、これまあ設定ね、乾杯要素でやっぱりスイカとかで、ね、当たるってことは何かありそうですけどね、じゃあもしかしたらね、来月から川岸鴨の店長になるかもしれないんでね、本当に店長さすがっす、当たりました、当たりましたね、早かったですね、さすがっすわ
やりづれ、やっぱ持ってる人はちゃいますね。ほんまやりづらいわ今日ね。いやもう引っかき回すからね。今日正直ね、会議のあてやから多分ね、眠たいからもテンションおかしいと思うわ、ほんまに。そうなんです、今日実はね、はい、朝から会議してました。ねえ、眠たいよね。結構長かったですか今日会議。10時半からはい10時半から 3時ぐらい。ええー、長っ、はい、まあ間休憩あるのかな。30分だけ30分です。はい、大変やな朝からね。そうで、高橋くん僕の隣やったんですけど、ずっと寝てました。おい自由やわ。いや右の人ほんと最悪でしたよ。僕結構会議真剣に聞くんですよ。あ、会議は真剣に聞く。あ、全然のは見やてる。はい、見たらよう言うわほんま。いや無理こいてんのは宮店長やったから。怖いよ、言うわ、怖いわ。業者の人が来てくれたんですよ。あ、そうなんですか。その話になった瞬間おい、話聞けよって、はい、もう急に終わった。ほんま怖いわ、この人。そういうのってあれじゃないの、なんか上の人とか後ろから見てたりとかしてないの。いや、もうずっと見られてましたよ。それ後で詰められるやつかよ。大丈夫な今日僕らで前から2列目っすよ。それで寝るってすごいね。いや、すごいっすわ、高橋くん、さすが。いや、やばいやばいやばいよね、ほんまにすごいよね。ね、あなた来月から店長なのに静か嬉しいと言われてますけどね。嫁見てるわ。ね、すごいね、人事も出てるんやね。激アツで毎回外して実際に信頼度低くって思ったメーカーありますか。激アツ、最近の激アツなんか、でもスロットは割と信頼度高いような気するんですけどね。パチンコとかは割と外れるけどね、うん、そうっすね、ねえ、まあ赤保留が外れるのはやっぱ平和っすね。あ、そうっすね、それは。そうだね、金も弱いね、最近金もやっぱ安売り多いからね。そうっすね、うん、あの三洋の金は信じひんけどね、私はね。もうセイントセイヤとか絶対当たらへんもんね。中橋店長さすがってやってます、ね、ありがとうございます。よっぽど疲れてたのか、よっぽど肝が太いのか、どっちやろうね。あの会議で寝てるので。いや、肝が太い方かなと思います、はい、そもそも深いでしょうね。ねえ、中橋が店長か、くりくり路頭に迷うんかって言われてますね。もともと迷ってます。さまよいまくってますかね。あ、人生に瞑想中です。瞑想中。もうでもあれか、くりくりは川岸鴨の店長になってもう何ヶ月。だいたい3ヶ月ぐらい、半年ぐらいじゃないですか。いや、いいやろ。雑。素敵なや。雑誌は。いや、4ヶ月ですね。4ヶ月か。惜しい。惜しい。もう馴染みました、川岸の土地は。いや、馴染みましたよ。馴染んだ。え、今でもあれよね、くりくり車持ってないよね。いや、持ってますよ、運転手いるんで。あ、運転手。運転手おったん。車はあるけど免許がない。あ、そうそう、免許ないよね。運転手おるんで大丈夫。ああ、そうや、奥さん元気なの。元気みたいですよ。みたいな、どういうことや。だって子供生まれたんやろ。そうっす、めっちゃ可愛いっす。めっちゃ、それ可愛いわ。やばい。え、どれぐらいですか生まれて。半年は経ってないよね。もうちょっとで半年ですね。あ、そう、ね、私まだそうそう、子供生まれたのは知らんかったから、あの2期店長に聞いたからね。あ、じゃあ来月連れてきましょうか。やばい。キセラ連れてくる。いや、特別出演。出演。あ、いいよ。出演料出しますよ。ほんまやね。あの、ミルク。あ、ミルク。それやったらええか。ねえ、くりくり自転車やろ。と言われてますけどね。さっき原付き言うてたけどね。いや、歩いてでもこ行ける距離なんでね。あ、そうなの、歩けるの。キセラの方が近いんですよ。あ、そうだよ。はい、そうかもしれない。あ、川岸鴨がちょっと遠いかもしれへんな。そうなん。くりくり、まずは教習所行こうかって言ってますけどね。絶対いかん。あ、もういいの勉強は。はい、あ、いいの。鴨ね、だってまあ歩いたら45分かかりますからね。でも鴨行けたらもうどこでも行けるんちゃう、他の店舗。うん、ねえ、あ、まあ寝屋はでもあれか、歩きやったんか、あの時自転車やったっけね。適当やなぁ、もう。なんかし、初めてキコちゃん出た時、副主任じゃなかったっけとやってますけど。はい、
前回から主任になりました。ねえ、おめでとうございます。ありがとうございます。結構面白いやつは上がってくんでしょうね。面白いやつが上がってくの。でも違う、上げろ上げろっつって、上げな殺すって言われたんで、わかりました。あ、脅迫脅迫で上げれんの。かしこまりました。次あれかな、どうやったら店長になれんのやろうってなりますけど。はい、じゃあもう先月お前降りろって言われたんで、あ、わかりました。すごいすごい圧力かかるんすね。そうなんです。クリクリ、 UFO キャッチャーに自転車置いてあったよって言って、え、 UFO キャッチャーに自転車あるらしいですよ。どう取ったらいいんやろうね。あ、明日の景品です。あるある、うん、ファンカン、ファンカンの景品です。自転車あるから。あれ、折りたたみ自転車。折りたたみです。ねえ、行けますわ。持って帰って、ね、いや、高橋君の自転車が景品です。あ、マジか、はい、いるそれ。ちょっとボロいです。あ、ちょっとボロい。4頭ぐらいで。あ、4頭ぐらい。4頭って、まあまあ、4頭って結構中途半端や。ほんまやね、下から数えた方が早いから。4頭ぐらいに置いてます。くりくり、原付の免許は取らへんのって言ってますけど。いや、取ってるみたいですよ。あ、取ってるみたいと、うん、ふわっとしてるわ、ほんま。まあ、1日で取れるからね、原付はね。全然おもんないよ、まあ、中島も当たってたけどね、ARD は入らなかった。入らなかったっすね、もうチャンスすら与えられなかったっす。クリクリリアカーやって言ってますけど。リアカー、リアカー、引いてくんの。チャンギンは面白いけど副主任のままやでって言われてます。使いすぎっすわ、あいつは。そうですね、ちょっとあの中抜き、中抜きしすぎよね、あの人ね。中抜きひどい、本当に中抜けで中抜きしすぎ。そう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 、この間2回とか言ってたから、ね、ひどいよ。やるな、やばいやばい、ね、こんばんは、今日も山田から見てるってね、言われてますけど、今日も言ってからこんばんはってね。クリクリ、梅北の妹嫁元気ですかって言ってますけど。いや、知らないんすよね、梅北ね。私もう梅北たまに行くけど、嫁さん、元嫁さん誰か分かれへんからね。夜は行けないんじゃん、このここキセラですよね。そうそう、キセラ、こんばんはってね、言われてますけど。クリクリ、今度寝屋川みなみ襲撃来てよって言われてますけど、あの某大和店長と行きますか。そうっすね、またケツバットしに来てください。はい、ミキ店長もね、子供生まれてめちゃめちゃ親バカなってるって言ってたから。出た、親バカなりそうですもんね、あの人も。だってあの、何やったっけ、 LINE の待ち受け子供になってたもんね。そうそうそう、すごい、やっぱり女の子やしね、最初の子やから親バカぶり発揮しそうやね。ファンカンはタフマンしか当たったことないという人もいますね。大丈夫です、キコーナのファンカンは当たりやすいです。はい、当たりやすい。まあ、キセラ本数多いって言ってたからね。めちゃくちゃ多いです。ね、ぜひ、何か持って帰るんちゃうかなって感じですかね。はい、テレビ飽きた、タブレット、タブレット PC 欲しいって、ね、やった。店長とペアのハワイ旅行でお願いしますってやってますね。行きたい。店長とハワイ旅行行きたい。漏れなく高橋くんがついてきますけど、大丈夫ですか。ほんまにマスコットキャラみたいになってる。ファンカンね、景品盗まれたホール知ってるよって言ってますけどね、気をつけてね。あ、当たりましたね。いや、ボーナスも入ったし、ネオティーも入った。あ、もう確定ですか。はい、ヤクルトが当たりって、ね、当たり景品安いですって言ってますね。言われてますけど、はい、刑事おもろいよって言ってますけどね。刑事もね、初代の刑事ね、モチーフですから。ねえ、刑事いいっすね、ルパンもいいし、ね、そうですね、刑事もルパンもようできてますね。ねえ、ルパン面白かったっすね、私も初打ちしたけど、まあ、ルパンはちょっとあの煽りすぎなところはありますけど、まああれは平和さんって感じしますね、はい、やっぱり、ね、まあ、でも思ったより面白かった、正直思ったよりは、ね、はい、まあ前作がちょっといまいちやったからね。いまいち、クソ、クソ言うな、こら。平和の人ごめんなさい、はい。てか川岸ってどの辺、姫路より田舎なのとやってますけど。いや、あっこと一緒にしたらあかん。ダメですね、あっこは全然違う。どういうことよ。だって大和っちが住んでる町ですよ。どういうことな。それ怒られんじゃん。相当ね。姫路もね、駅前はね栄えてましたわ。あの姫路店の方はちょっと不便っすね。でしょうね、あっこは、はい、姫路駅前、そう、パスポートいるかどうかわからないけどね。私ギリ入れたけど、カモ田舎やんと言われてますけど、ね、いやいやいや、何をおっしゃいますやら。何をおっしゃいますやら。昨年に比べたらどんだけ。何、え、カモ、川岸カモって何あるんですか。じゃあ
イチジク畑言うと思ったイチジク畑だそうです。言うと思った。イチジクで今旬じゃなかったっけね。そうですそうです。和骨です。髪長くなってたから最初クリクリが分からんかった。大丈夫ですね。だいぶ伸びたね。身だしなみバッツ。いや切りに行くのがめんどくさくて身だしなみバッツ。まあ一応ね、こうあの木粉さんホスピタリティにはうるさいんでね。川岸は東京の渋谷と、新宿に並ぶ大都市ですよねと言われてますけど。マジか。地下鉄とかバンバン通ってるイメージありますけどね、大都市って。カモはパスポート。川しか流れてないですよ。カモ田舎やん。カモは近くに中国道あるだけやんと言われてます。いやいやいや、マクドありますから。言っときますけど。確かに、確かにあ、はい、あったね。目の前スタバやし。そうですよ。目の前スタバやし、隣はマクドやし、万代あるし。そうか、万代っすか。もう万代押すね、先からね。おっと、桜井の悪口はそこまでで、山しかないあそこってやってますけどね。いや、一番悪口です。お前やわ、ね、知ってる人おるわ。はい、言われてますけど。これは ARD はもう突入決定なの。いや、ちょっとシモンベダベダにしとこうと思ってこれ。もう明日、明日、明日のお客様、迷惑迷惑。はい、早く早く言うてんで。キューベブチギレやで。カモって、鹿出るんって言われてますけど。いや、鹿出る。イノシシ出ます。それほんまただいん、ただいんや。ただいん、ただいん出んの。ただいんには、あの海竜が出るみたいですね。あ、ポケモン GO ね。あ、レアポケモンね。はい、ただいん海竜出るよ。あ、じゃあちょっとポケモン GO まだやってる人は捕まえに行ってください。さあ、桜井とカモどっちが田舎ですか。いや、これはほんまに桜井は一緒にしたらあかん。まあね、奈良でもやっぱ桜井ちょっとこう、なんてやろう、都心部からはちょっと離れてますからね。はい、ほんまにここは田舎、ね、カモです。店舗内にイノシシ出ますって言われてますけどね。イノシシさすがに出たら負傷者出るけどね。お前一回切り方ない、結構都会ですか。カモの方が田舎って言ってますけどね。いいですね、入りました。あ、マギカクエスト一応上乗せですかね。これ裏いいな。この急に持ち上げ方半端ないな、この人。一応今ね、マギカクエスト入りましたけど、桜井も大概やぞって言ってますけどね。いや、桜井もってか桜井がっすよ。桜井が、まあね、私ちょっと桜井はね、行けなかったんですけど、まあだいぶ奈良からは、奈良からでもだいぶ遠いって聞きましたけどね。ほんまに45分かかります。45分かかんねや。僕が元奈良で、高橋くんが元桜井ですから。そっか、そうですよね。あの JR 奈良駅前は割と栄えてますもんね、あのね、はい、あそこはもう便利です。便利ですね、食べ物も困らないですからね。クリクリは田舎の店長にしかなれないのって言われてますけど。いや、ほんま、田舎ちゃいますから、ここ。田舎ですから、どこでも田舎っすよ。お前、地方案件してんのよ。はい、カモってまだ馬が交通手段ですよ。姫路よりカモの方が田舎やで、って言ってますけど、ね。山の店長やろ、今の。見てんのかな、見てないやろ。いや、見とんすよ。見てんかな。クリクリが卵を孵化させるんですね、わかりますってね。さっき卵販売言うてたからね。孵化させてくれんの。じゃあ、じゃあ高橋くんが産んだ卵です。あ、産んで、産むんや。高橋くんが明日産んで持ってきます。マジか。産み立てほえほえ。25はちょっとしょぼいね。しょぼい。うん、怒られる。はい、25。キセラ川岸の抽選は1日1回なんですね、と言われてますね。そうです。はい、今回は1回。もうやっぱ当たらないと来たくないでしょ。まあそれはね、どうせ行くんやったら当てたいよね、はい、自分の近所のパチ屋は1日2回だったなって言ってますが、これがホールさんにありますよね。そうなんです。はい、あのキセラに関しては1日1回もうそこに集中して来ていただけたらね、はい、っていう感じですね。もうあと朝寒いんで、はい、もう暖かくなってから来てください。あ、なるほどね、はい、もうまあお昼以降はね。そうです、そうです。カモに被らせてもちょっとね、持ってかれるだけなんで。持ってかれるだけ。もうカモすごいな、なんかね。言われてますけど、カモって駐車場でアヒル飼ってるってほんまって。いやいや、アヒルはいないですけど、猫はいる。あれミニ豚でしたっけ、カモ。いや、それ宮崎。あ、桜井で豚飼いたい言ってた。あのザキミヤね。ムックちゃんとこ行こうかな、言われてますね。あ、高井だね。
高井田もいいけど兵庫エリアも来てねみんな。ヒャダインって町から離れてるんですかってね。ヒャダインねちょっと離れてるね。ヒャダインは、ヒャダインは北に歩いて45分ぐらいですか。北にね、これキセラからですか。、はい、ちょっ と距離ありますね。カモから歩けば軽く遠足できます。遠足、あ、いいウォーキングなりそうですね。はい、窓曲げそろそろお別れかなと言われてますけどね。まあ、窓曲げツアーはまだ大丈夫ちゃいますかね、多分ね。大丈夫です。ね、言われてますけど、人気あんまないよねってね、あの窓曲げツアー言われてますけど。いやいや、お店によるんじゃない。朝一美味しいですよ。朝一美味しい。はい、まあね、クリクリは本当スロット詳しいからね。あ、今日からファンガンだったかと言われてますけどね。そうそう、ファンガン。質問、川岸店とカモ店、遊びやすいのどっち？あ、キセラとカモ、あの遊びやすいのどっち？それはキセラっすよ。なんでなんで？もう台数もいっぱいあるから、いろんな台選べますし、はい、駐車場も広いですし、はい、あと大人の事情。ちなみに言うときますけど、うん、うちはサイプレイが、はい、無料、無制限なんで。あ、なるほどね、サイプレイね。あの持ち味出ましたね、今ね。なるほどね、決してアヒルは飼ってないんで大丈夫ですよね。それは一番は桜井やぞってやってますけどね。桜井一番なんかな。キセルと川岸で惜しいね。川岸って隣の家まで3キロも離れてるんでしょってやってますけどね。結構住宅街多いですね。ほんまですね。3キロってもう軽くマラソンできるけどね。サイプレー無制限羨ましいってね言われてますね。バゲドバゲ2はひどいよって。アドバゲ2アプリになるのも早かったよって言われてますけどね。これどうなんですかね、まあ、アプリになったらなんかこう設定のこうなんてやろう参考になったりするのかな。あ、どうなんですかね。はい、よくね最近あのアプリで遊ぶ方も多いと思いますけどね。てかまあどっちみちちょっと販売台数が多くて、はいはい、でどのホールも入れてるっていうのがやっぱ一番痛いんじゃないですかね。うわ、なんか店長っぽい。さすが、来月からキセラの主任になるとは思えない。お前店長っぽかったね。朝寒いって岩手は朝、最低気温マイナス3度やで、ね、それは寒すぎるよね。やばいよね、ヤマトくんってやってますけどね。店内でかくれんぼとかできますってやってますけどね。キセラはできるんじゃないですか。余裕でできますね。いや結構穴場隠れるとこ多いと思うよ。休憩スペースも広いですから、はい。駐車場でドッジボールしていいですか。いいですよいいですよ。屋上だったら大丈夫です。まあできそうですね。やれんことはない、やれんことはない。はい、ちなみにあの姫路店ではドッジボール店内でやりましたけどね。あ、そう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 、いきなりドッジボールやりましたけどね。いやさすがにね、はい、物壊したら怖いんで。いいでしょ。じゃあ来月カモでドッジボールします。カモでね、すぐ当たるやん。あの敷地敷地がね2メートルとかしかないですよ。ちょっと厳しいですね。じゃあ来月カモの事務所でドッジボールします。いやもっと狭い。あ、じゃあカモの事務所で花火大会。いや、あ、ロケット花火投げ合いますか。はい、まあ、今窓間際登録してたら弱者の確率が見れるよ。ああ、なるほどね、それはいいですね。キセラは駐車場でフットサルできますかってやってますけど、余裕でできます。まあ広いもんね、はい、店内でケツバットしてくれますかってやってますけどね。していいよ、はい、屋上から放尿していいですかって。それは勘弁してください。はい、これは刑事の食らい上がれですかね。やってる人いますよ。やってる人いますよって。それわいせつ罪で捕まるやん。あの食らい上がれはやめてください。はい、勘弁してください。カモの敷地内で、他法人の会員カードの勧誘していいですかって言ってますか。まあ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 許容範囲でしょう。ああ、この店長心広いね。まあ仲良くやってください。火災報知器でスプリンクラーブシャーですね、花火とやってますけどね。どうなんやろね、火災報知器なるかな。いやでも去年めっちゃ寒い日スプリンクラー破裂しましたからね。はい、うち店内外です。外、あ、外大丈夫やったんですかそれ。結構大ごとになりました。はい、寒い日でしょ。はい、なんか凍ってたとかじゃなくて。そうです、凍ってました。凍るんややっぱこの辺大変やね。カモは凍らないですけどね。そんな変わる。全然違います。あ、そう、ただいま凍ります。ただいま雪降るってたね、さっき。
じゃあ駐車場に人工芝引いてください、キセラの駐車場って言ってますね。あ、フットサルやっていいって言ったから。ああ、そういうことですか。でもちょっとしたなんか穴場なりそうですね、人工芝引いたらね。高橋くんのポケットマネーで。そうね、検討します。そうですね、ちょろっとできるぐらい欲しいね。屋上に水ブロック敷き詰めたら台が傾いてウォンウォン泣きますかって言ってますけど、それ開示ですね。お前やね、完全に開示の世界ですけど、あれできたらすごいですけどね、逆に。あれでもね、なんか噂では高尾がほんまに沼を作るっていう。え、マジでできんのかな。なんかそんなことを考えてるらしいですよ。いやあれやんのも相当ですけどね。カモで某サプライズメーカーの台の音量を最大限にしていいですかって言われてますけどね。OK いい、めっちゃうるさいけどいいって言われてますけどね。カモめっちゃ静かなんでやばいっすよ。いやもう大音量で響き渡る。カモ打ってる人いないんでこらまあね、もしかしたら地元のお客さんね、いてるかもしれませんけどね、うん、今から3人外に出てパン1でアイスバケツやってきてって言われてますけど。了解いらっしゃい。だいぶ寒いで今日もね。カモ店はキセラ川岸店に競合店調査しますかと言ってますけどね。あ、プリクリがキセラに来て競合店調査するの。まあまだ足元に及んでないって。及んでないんやね。はい、向こうが、はい、ネットパチのサミータウンで沼のパチあったって言われてますね。へえ、そうなんや。フィーバークイーン2デラックスで導入しますか宮店長って言われてますけど、1月の台ですね、確かそれ。まあ新台でしょうね。はい、はい、今のとこどうですかって言われてますけどね。検討中です。あ、なるほどね。はい。まあ、ゼロ、可能性はゼロじゃないですね。あ、なるほど。はい、クイーンが良かったんで。あ、クイーンかなり良かったですよね、はい。今でも置いてる店多いですからね。はい、置いてます。あ、置いてます。めっちゃ張り切って言うね。はい。ちなみにあれですか、カモはなんか一番古い台、どんな古台があるんですか。あんまカモのラインナップは分かんないんですよね。おい。分かんない。どこやったら覚えてんの。桜井の方が覚えてる。桜井ちょっと言っててもらっていいですか。あれじゃないですか、カリブとか置いてるでしょ。あ、嘘。マジっすか。え、もうまだいけんのカリブ。いや、わからん。あれ適当に言った。適当かよ。お前やで。で、テラフォーマーズ導入しますかって言ってますけど、あ、これは京楽 OK さんのね、信頼か。あれはいらん。いらん。でも正直少ないかもしれないですね。キセラ入りますよ。あ、キセラ入る、はい、これのはどうなんですかね。まああれかミドル機になるのかな、これも。そうですね、もう319来年からね。そうですね、もうマックス徐々に撤去されてますからね。そうなんです。はい、12月いっぱいですからね。そうなんです。ちょっと魔界とかもなくなっちゃうから寂しくなりますけどね。ロード・オブ・バーミリオンの音量はけたたましいぐらいうるさいですめっちゃうるさいと思います。広島駅配信の反響はありましたかって言ってますねどうでした広島駅、ちゃんと作れたんですか。作れました。ただ次の日ってか 2,3 時間ずっと辛くて喉が痛かったなんか宮デジの切り方が怖かったっていうコメントめっちゃ来てたんですけど、あれはあかん。あの切り方はちょっとひどいひどかった。手切りそうやったねって言われてますけどね。流血したら問答無用でバンダの聞いてそうですね、ちょっと白く塗っとかんのダメかもしれないですね、はい、ケンシロウの牛乳みたいな感じで、ね、もうちょっと気をつけて切った結果そうなりました。あ、なるほど、恐る恐るね。いや、だってあれで1年に1回ご飯作るんでしたっけ。はい、作りますよ。いや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 、奥さんビビるでしょうね。10月30日作りましたよ。あ、いかがでした、大丈夫でした。いや、美味しかったっすね。美味しかったいや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 、いや怖いわ。いや美味しかったっすね。でも作ってほしくないでしょ、あれはちゃんと食べてくれたらすごいけどね。いや食べてますよ。あ、ちゃんと食べてる、はい、いやまあ良かったっちゃ良かったっすけどね、円満で。仲良しですか、大丈夫。そうですね、結婚記念日旅行行かれたというとね、はい、愚痴言ってましたけどいや愚痴です、うん、寂しかった。今年はあれでしたね、うん、知らないうちに車買うって決まってましたあ、奥さんが車買う、はい、あ、奥さん車買うね。なんかトンネルズのあれみたいですねなんか急に買う、ね、企画ありましたけど。今月入って聞きました。マジで来月車来るからすごいね誰の私のっていうの。すごいね、知らんかったんですね、はい、優しいな、電車ね
いつ？12月。あ、じゃあもうすぐですね。楽しみですね。で何の車ってやってます？何やったっけ？一番最初タントカスタムって言ってて、ほう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 、はい、K のやつかな。それから色が気に入らんって言って何かって言ってた。ウェイク。特殊な色っすよね。ウェイク。ウェイクの 何色？いやそれ言ったらバレるじゃないですか。あ、これうちの嫁や。え、そんな分かりやすい色？川西で多分だいぶ目立つんじゃないですか。目立つ。そうやん。え、奥さんヤンキーなの？いや、そういうわけじゃないと思うんですけど。そういうわけじゃないけど、ちょっと特殊な色が好きなの。中学校の頃は、はい、頭の色がピンク色だったって。ちょうどピンク色いるじゃないですかね、キャラクターで。はい、頭。奥さんファンキーやな。ピンクの坊主って言ってましたね。え、奥さんかっこいいね、クレイジーですね、はい、絶対ヤンキーやんけって言ってますけどね。ピンクの坊主って言ってました。自分だけでいいだよ言ってんじゃん。なんかね、直撃しましたね。どうやったら当たるんですかこれ。お前、ミヤさん全然当たんないよ。これどうやったら当たるんですか。ゴキブリの色かなって言ってますけどね。何が引けへんですか。インナンピンク、え、何それってね。奥様シャコタンですかって言ってますね、ヤンキー。タンドカスタム色気に入らんって言ってますね。はい、タンドカスタムの色が気に入らんからやっぱウェイクにする言ってます。あ、ウェイクなんやね、はい、え、顔の色がピンクって言ってますけど。顔の色は肌色だと思うんですけど、ね、そうですね、はい、あの黄色人種やと思いますけどね。え、宮店長それ当たんないよって言ってますけど。え、何がですか。その台当たんないよって言ってますね。はい、1時間じゃ喋っときますね。僕と契約して魔法少女になってミゼット2にすればいいのに奥さんってやってますね。ミゼット2のあれ K なのかな。いやもうなんかね、勝手に話がサクサク進んでいくんで、へー、話が早いんすよ。どうやったらピンクの坊主と結婚できますか。出会いは貴公な伊川谷店でしたね。そう、昨日伊川谷だったんですよ、配信。あ、そうなんすか。あの片田副主任出ていただきましたけど。ジー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 と、そうジージー口臭いってめっちゃ言われてましたね。へー。エリちゃん元気してます。エリちゃん元気ですけどね、エリちゃんちょっと病んでるね。へー。彼氏欲しいってずっと言ってたよ。あ、そうなんすか。そう、待ってあげるよ。あれ、みんな既婚者ちゃうかった、ここ。待ってあげるよ。なんで。今夜で。いや、いいっすわ。多分、高橋くんいくつ。27。あれ三女房や。エリちゃん、昨日、誕生日のお祝いしたけど31言うてたわ。だから僕の1個下っすもん。あ、そうなの、はい、ねえ、イカナギでね、ずっとミヤミヤ言ってたけどね、昨日もね。あ、そういえば私の方が上言ってました。ミヤ店長とできてる人でしたっけ。おいおいおい。それ嫁絡んでえらいことなるやん。じいじもやんでた。嫁も知っとるから、エリちゃん。ほんまやね。くりくりエリちゃん抱いてあげて。で、ね、宮店長はもう抱いたんだよねって言ってます、ね、あ、抱き終わったんですか。俺がエリちゃんの彼氏になるよって言ってますけどね。もうなってあげてください。ぜひお待ちしてます。そうそう、あの方だね、副主任やっとさん言われてますけど、あの寂しがり屋やからね。あのここでじゃあめっちゃ女の子ですから、実は。あ、そうなの。結構ね、配信で見た感じはサバサバしてる。サバサバしてるように見えますけど、はい、実はあれ中身女の子ですから。あれ言うな。やっと当たった。まあじいじとおったら娘と父親みたいなね感じですけどもね。みや店長も不倫ですかってね。店長不倫バレたの。ハトムネは生きてるんですか。ハトムネは。ハトムネ？ハトムネダイモン。ああ、ダイモンさんいますよ。配信は出ないけどね。あ、そうなん、はい、あ、全員当たったねってね。宮野さんも一応当たりましたね、はい、めっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる。なんで笑われた。いや、レギュラーボーナス。一応ビッグなんですよ。一応ビッグ。そうそう。ちなみに宮野さん、それ ART 入らないと空気やでって言われますね。あ、マジっすか。実は3兄弟ってね、あれって物体名詞使うのって言ってますね。ジージは口臭すぎって言ってますけど、ね、口が臭い。奥さん軽トラ買えば似合うよって言われてますけど。どこの嫁ですか。うちの嫁ですか。そううちの嫁、まあまあ多分似合うでしょう。似合うんや。ウェイクは燃費悪いから不人気だよって言われてますね。燃費悪いんや。まあでも奥さんはそれがいいって思ったんやろうね。みたいですね。頭もピンク。一人乗りの K だったかな、ミゼットって言われてますね。どうしてピンクの頭の、女性と付き合おうと思ったのって言ってますけど、宮店長。いや、それがね、はい、
べっぴんさんなんですよ。あ、かわいい。なんかヤンキーの子って綺麗な人多いですよね。なんかかわいい子多いよね、昔ヤンキーやったって子。まあでもイカワにおった時はピンクじゃないよね。いや、もちろんもちろんそうですよね。昔がってことやもんね。だから長島はうちの嫁さんを見てちょっとびっくりしました、ね、あ、かわいすぎて。めちゃくちゃ綺麗でした。あ、そうなの。え、でも高橋の奥さんも綺麗じゃないの。いや、まあ、うちの嫁には負けますね。そうっすね、そこはもうちょっともう認めざるを得なかったっすね。あ、うやてんちゃんの奥さん誰に似てるの。とりあえず目めちゃくちゃクリクリっすよ。夜であんまりあれだったんですけど。目2つある。はい、いやいや大丈夫っすよ。目2つ。目2つはあるわな、もちろんあるわな。目2つで鼻1つで。とりあえずあるわな。それは相当や。それは相当や。普通やんそれ。キセラの一般景品でファミコンミニ入りますかって言われてますね。あ、今話題のファミコンミニ、なんかヨドバシとかでも売り切れてるやつ、ね、そう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 、ファミコンのタイトルがね20作品ぐらい入ってるのかな、あれ面白そうやけどね。値段何ぼなんすか。6000ぐらいかな。へー、そうそう、1万以下。入れれないことはないよ ね、 ね、ただ手には入るかどうかちょっと分かんないけど、そういう関係だったので、稽古悲しいって言ってますね。ちょいちょい稽古、ちょい稽古来るよ、お前。ジージはトムキャットどこに止めてんの、ね、ジージはイカワダギの屋上に止めてるんじゃないですかね。べっぴんさんなのかってね。出会った時はレインボーの頭でし た、 ってね。耳は4つある、ね。まあ今は昔ですけど。夜であれだった。ああ、夜の暗い場所じゃないと見れたもんじゃないってことですかって言ってますけど。なるほどね。なんでそうなってるの。やっとさんが昨日言ってた長い間彼がいた間にもう一人いたって言ってたのはミヤ店長のことかってなってますね。え、ああ、僕とエリちゃんがってことですか。やっとさんのね、その昨日彼氏どれぐらいいないんですかって話をしたときに、まあ、長いこと付き合ってた彼氏いたんですけど、 そうですね、その間にまた一人いたとか言ってたから、ちょっと言い方がちょっとおかしくて二股なってるやんみたいになったんですけど、まあ別れてからもう一人いたけど、そこからもう3年ぐらいいてないって話で、そのもう一人がミヤさんですかって言ってますけどね。僕結婚したのだいぶ前ですからね。まあまあまあな、それやったらね、ないよね多分ね、はい。ファミコンミニは5980円ですよって言ってますね。あ、6000円以内やね。早くアイスバケツやろうって言ってますね。置こうと思ったら置けるんですね、ファミコンね。そうですね、まあ、手のひらサイズでしょ、しかも。あとはファミコンミニね、仕入れ先があるかどうかだけですね。あ、そうですね、業者さんによりますね。なんか最近ついてないことが多いと言ってね、ブルーレイ壊れた、店の電球も切れた、カラオケの調子も悪いと言ってますね。電話機も壊れたと言われてますね。ガタが一気に来たんかな。いや、年末までに終わっててよかったじゃないですか。2017年にいいことありますね。あれじゃないですか、ファン館来て景品ね、後で持って帰ってもらったらいいんちゃいます。あ、いいっすよ。ブルーレイの機械か、電話機はないか、さすがに。ブルーレイレコーダーかなんかあったと思いますけどね。やっとさんの元カレは宮店長かってね、もう元カレ疑惑出てますけどね。そうです。いやー、残念ながら、はい、何もないです、ね、何もないですね。まあ、仲は良かったって言ってましたけどね。そうですね、はい、あの頃みんなアルバイトやったんでね。はいはいはい、そうですね、やっとさんもアルバイト長かったからね。そうですね。カモ店はアイコスの本体も景品でもらえますかって言われてますけど、本体はね、はい、ないし。アイコスは置けないんじゃないですか。アイコス自体は置いてますよ、本体以外は。ソケットですか、代わりのアイスよね。本体1万円ぐらいでしょ、あれちゃうんかな。多分ね、それぐらいしますね。ねえ、ギリ置けないぐらいちゃうんですかね、値段的に。宮店長は結婚してから約10人とちぎってますって言ってますけど。あ、契約してんの、10人も。すごいね。いつからそんなになったんですか。わからん。なんかそういうキャラになってるけどね。ファンカーで何か当たった試しがないって言ってますね。私も大体ヤクルトかな。じゃあ、うちに当ててください。そうですね。3時半、一本勝負来てください、ぜひ。店の電球くらい別にいいやろって言ってますけどね。キセラにファミマの自販機ありましたって言われてますけど。ファミマの自販機、お店によってはファミマ の、 自販機置いてるお店最近増えてるじゃないですか。ないです、残念ながらないですね。結構ご要望多いみたいですね。あれ鶴見とか神戸中央とかにありましたけどね。西淡路もあったかな、確かね。あの頃みんなアルバイトやったって言ってますね。そう、
今週末がファンカンですかってことで、今日18日から19、20日の日曜日まで、あの全国的に、パチンコパチスロファンカン車でありますのでね、はい、金土日3日間です。そうですね、ありますあります。ファミコンミニ本体そろそろコンビニにも並ぶかなって言ってますね。キセラの景品に天が入れてくださいと言われてますけど、あ、カモに置きます。ピンクコーナー作りますか、景品。いいな。あのクリクリが、そう、店長が厳選したピンクコーナー作ります。ポイント交換会とかでやります。そうです。エッセイ、みんなそういうもんばっか揃えて。川西のポイント景品、はい、店長が使ったピンクシリーズ。カモで置きます、カモで。カモで置いてください。キセラまで来ます。おすすめ女優みたいな感じで。おさ、そっちか。あの、セクシー女優さんね。でも1月に、豊丸さんから。あ、そう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 、SOD のね。そうです、ソフトオンデマンド。そうそう、一応、電子マッサージ機ついてますからね、あれね。はい、あれに全てを注いでるので、私は。そうそう。あ、注いでんの。え、10台ぐらい入んのあれ。いや、もうワンボックス入れるの。マジか。カモやるな。ある意味話題の店になりますよね。すごい。じゃあキセラに UFO キャッチャー入れてくださいって言われてますね。ゲーセンになってるよね。店によって景品の質違うよねってことで、そうですね、あのお店によっては違うと思いますね。全国的にやるんですかってことで、そうですね、全国的に開催予定ですね、はい、明日からは全国ファンカン。そうです、そうです。これあの地域ファンカンとかもあるんですけど、今回のやつは全国的なやつですね、はい。ファンカンやってない店あるって言われてますけど、今回はないっすよね。あるんですよ。あるんすね。別に全国やからって、あ、やらでもやってるわけじゃないです。やらんでもいいんか、別に。そうなんですよ。あ、これは自由なんですね。まあ、大体のお店やってるような感じはありますけどね。はい。ふと思ったのですが、他方人のパチ屋配信もこんな世間話してるんですか。多分してると思うよ。してるというか、まあ、それに特化したお店もあると思うけど、まあ、あんまり生放送やってる法人さん少ないんでね、他の店を、ここのキコーナチャンネル見て他の店の放送見た人は、やっぱりキコーナさんの店員さんとようしゃべんなっていうのはようわかると思います。全然違うからね。しゃべる人いません。いやいや、ようしゃべってるで。ようしゃべってんで、罰ゲームとかようしょったで、あなたたち。はい、ペンガだけじゃなくゴムもセットで売ってくださいって言われてますけど。了解しました。お客様のご要望ですからね、これ。ご要望にお答えして言うで。そうですね、導入しますわ。クリクリの使用済み点が置いて S サイズからS サイズから XL ぐらいまで。 XL いる。日本人のサイズ XL おる、大丈夫。外国人のお客様来るから。まあ、お前何一人でニヤニヤ笑ってるんだ。めっちゃ笑ってる。景品自分で使っちゃダメですよって言ってます。 SOD 楽しみ。ダメですよ。絶対使いますわ。使うんかな。ね、SOD 楽しみにしてる人いますけどね。でしょうね、あれは定期なんで、はい、100人出るみたいですからね、女優さん。あ、そんなに。あ、じゃあその役含め、あ、 SOD 所属の人ですよね、多分ね。有名な人誰やろう、 SOD って。誰やったかな、資料あったかな。とりあえずアスカキララ。あ、アスカキララで SOD なんですか。知らん。いや、もう知ってる、あの名前言うただけ。あれ、板垣あずさ。わからんわ。なんで。わからんわ。え、あの、さくらきずなさんとかあの辺は SOD じゃないの。あんま僕そういう話わかんない。おい、お前言うとったやか。今、率先して言うてたや。宮店長、新潟家くんは昔から女子力高かったと言ってますけど、僕多分そのこと被ってないっす。そうですよね、はい、あの新潟家くんは多分イカアナギの前の店長 の井上店長とかからやったんちゃうかな、はい、じゃあ奥村店長か、あれどこやったっけ、あ、じゃあ酒井店長か、酒井店長から多分一緒やったと思いますね。僕もあとイカアナギで知ってるのは本当にガイモンとエリちゃんぐらいですからね。ああ、まあイカナギも割とね、スタッフさん、あのフル株の人も多いですけどね。そうですね。新潟結婚はまだ3年ぐらいって言ってたからね、確か2年か3年言ってたよ。僕イカナギいたら何年、もう6年7年前。そうですよね、だってキセラの前が奈良でね、いたんしね。奈良の前が埼玉でですもんね、だいぶ前もね。でもホールに UFO キャッチャーあるとこあるよって言ってますけどね。あるんや、置けるんや。ちなみにバジ3はキセラは何台導入予定ですかと言ってますけどね。これもう12月やったかな。12
16台です。お、多いですね。ほぼ一緒ですね。ほぼ一緒。はい。そのほぼの定義は。どの辺で約ね、四捨五入したら一緒ってことなんかわかんないけど。まあ、大体約2倍ぐらいですね。約2倍。ああ、うちが2分の1か。ああ、なるほどね。いやまあでもバイル3もね、やっぱり大量にお店置かれるとこ多いと思いますのでね。バンカーの景品代はお店持ちなんですかってやってますけどね。もちろんです。そうですね、各お店によって予算もありますので変わってくると思います。はい、ね、キコードは優しい、ね、某乳銀もやってる。お前らのサイズは SS のくせにと言われてますけどね。いや SS もないわい。ないわい言うてますよ。むしろあったっけ。いやほぼない。どういうことよ。ファン館でもらえるヤクルトのラーメンが意外と美味しいってありますね。ヤクルトラーメン出してんの？あ、マジですか？知らんかった。市川雅美ってやってますけど、これ SOD の女優さん。SOD お願いします。30台くらい置いてくださいって言われてますけどね。カモが置きます。カモが置くの？カモが置きます。総台数400ぐらいやけど30台 SOD やったらもうすごい尖ってるよね、はい、日本最大設置とか言うない。そうですね、はい、もうほんまにピンク店になりそう。ね、いや目の前の店だって西に兵庫県最大とか言ってるから日本最大で。ほんまや、 SOD 設置店対抗対抗、うん、いけるな。あれでしょ、店内テレビも設置して SOD の作品流しとくんでしょ。そうです。すごいファンキーな店やね。やばいなそれ。ね、もう装飾とかもね、ドピンクで。でマイマイさんがコンパニオンできて。誰が喜ぶねん。誰が喜ぶねん。完璧ですわ。軽いわこいつ。クリクリが使った本は一般経費になりますかってやつ。クリクリ袋閉じとかどうなん？見んの？袋閉じだけ。敷地から出たところに呼ぶんや。敷地から出るところにご自由にお取りください。あ、なるほど、置いとく。好きな AV 女優いますかって言われてますけど、見てますか。いや別に誰でもええっすよ。あ、企画もんすか。はい。企画もん好きな人多いなね。まあ寝屋川のね、ニキさんはもうずっと子誰だっけ、桜真奈言うてましたけどね。サイボーグ009の新しい絵があるねあるらしいね。新垣結衣、楽器新垣結衣とか SOD 所属って言われてますけど、そうなの。ニガちゃんはほぼ女子。クリクリ店長は SOD の機器を入れるためにその名前にしたんですか。あ、クリクリ卑猥ってこと。そうですそうです。そういうことな。奇跡やったんや。クリクリ SOD の台出るって分かってたんや。当たり前でしょ。すごいね、さすが店長。さすがやわ。そのためにキコーナに入ったんですから。ガーサスですね。そそれは誰が聞く。あ、すごい足玉な。まあ今やデイプサコエス、ヤクルトのラーメンはクロレララーメンと言われますね。美味しいんかな。中心のダイヤマギがクエストめっちゃ入るねと言われてますね。はい、これどうやったら当たるんですかこれ。いや、これ自分のだけやねん。あ、中心だけ上げ上げで、あと全部下げ下げかもしれないですね。ある意味話題かさらった。キコーナキセラピンク感って言われてますね。キセラになってるね。キセラピンク感。そうっすね。いやー、ここ880台の店全部ピンクなったらある意味すごいよね。やっちゃいますわ。いやー、すごいよ本当。敷地面積だけ言ったら多分アンダーツリーでも多分1番2番の店なんで、うん、結構大きいからね。サイトクラスの大きさやとは思いますけどね。敷地面積だけで言ったらサイトでかいんちゃうかな。かもしれないですね。キコーナいくつピンク感作んねん。そうやね、スケベ感とピンク感多いもんね。ほんとね、18歳以上しか入れないからちょうどいいよと。別に何やってもいいんすよ。そうですね、まあまあお客様に喜んでいただける空間作れたらいっちゃいます。ね、ただしキセラは目の前所轄ですけどね。そうですね、完全に怒られるかもしれませんけどね。中段チェリー引けば当たるよ天井とやってますけどね。なるほど、やめないと当たらないと。中志あとは勇気だけだとやってますね。はい、もしキセラに UFO キャッチャー入れることができたら何景品に入れますかとやってますけど、お天下でいいんじゃないですか。そうと思った。カプセルをね、UFO キャッチャーに入れて取れたら天下、好きな天下持って帰ってくださいみたいな。もうそれ僕対応しますわ。対応するんやん。天下話になって盛り上がって、もう接客道路じゃなくなるじゃん。そうっすね。ほんまやで。
あ、またボーナスいきましたね。はい、絶好調です。ふざけんなよ、ふざけんなよ書いてますね。ピンク台に関してはやっぱのれんとかくぐって入るコーナーになるんですかと言ってますね。それはそうでしょうね。あ、18オンリーみたいなね、こうのれんかけて視界を遮らないようにしとかないとね。そうですね。今度逆に消防法の方でお前怒られるかもね。あの一覧みたいに区切ってったエンジャーもう完全に。あ、仕切りね。そう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 、あれ面白いかもしれないけどね。ブーエンモードマックス。ブーエンモードマックス。しかもブーエンモードあのちょっと、そうそう、色塗って黒っぽくね。で座るとこカーテンみたいなつけといたやつ。完全にあの怒られるやつだけどね。ブーエンモードに色塗ったらいいんか。そうやね。ミヤ君エステ楽しいと言ってますけど。誰や。どこの身内や。びっこ、わあぶっこみきたわこれ。森店長。どこやろうね。まあ下水集いやと思いますけど。どこの。あれじゃないですか、奈良方面か宮津方面か三宮方面か。そうですね、あの四条縄という方面か。もうその辺しかないと思うけどね。これ何こぼし、なんか何対応ですかね。おまわりさんだって SOD 好きでしょってやってますけどね。まあおまわりさんももしかしたら好きな人はおるかもね。天下って何って言われてますけど、あれ、なんかマギガラシャ入りましたね、クリクリも。びっくりした、今入らんと思ってた、うん、いや、店長、天下って何って言われてますけど。気持ちいいものです。気持ちいいもの。まあ、男性しか使えないよね。はい、はい、言われてますね。クリクリ、天下の音のモノマネお願いしますって言われてます。天下の音これ多分ね、明日のあのエビエの店長がやってくれると思います。天下のモノマネって何、使う時のモノマネちゃん使おうと、そう、多分やってくれると思います。明日 ABA なんでね。なんだそれと言ってますけどね。あ、防火カーテンあるからできるんちゃうと言ってますね。ピンク感ちょっと入るお客はまだいいけど、一日中その中にいる店員はモンモンが止まらないでしょうねと言ってますけどね。まあ SOD の度合いがどんな感じなのかまだちょっと見てないんでわかんないですけど、もう展示会はやってるんですか SOD の度合い。SODなかなかでしたよ。あ、もう見たんすね。見ました。面白かったですか。面白いか面白くないかで言うと、はい、男性目線で見ると面白い。あ、やっぱ目線なんすね。まあちょっと笑えるなって感じですかね。知ってる人はクスッと笑える。天丸さん、なんかそういうのをいつもね、ドキドキ、なんかガールズスポットかあんなとこもありましたもんね、昔。SOD の筐体はヌルヌルの玉が出てくるんですよね。それは循環システム潰れるからね、大変やと思いますけど。 SOD のハンドルをテンガで固定打ちしていいですかと言ってますけどね。それはハウスルールに、いいの、ハウスルールに従ってください。カモテンでは OK です。カモテンは OK だね。宮店長、各店舗に女がいるって本当ですかと言ってますけど。嘘です。嘘です。はい、あの嫁ね、可愛い嫁いるから。そうですよ。はい、パチンコ台で初めてモザイクがかかってるんですよねと言ってますね。あ、モザイクかかってんの。その映像見てないな。いや、見たか。そうなんすね。なんかあのモザイクでもどうなんやろうね、こう荒いのか、また綺麗なのか。裏に入れてください、早く裏に。あ、そうそう、裏でまだ配信で見たことないんですよね。早く裏に入れてください。裏に入れてください。はい、すいません。僕まだボーナス1回しか当たってない。確かに。確かに確かに。各店にいるのは高橋君と言われてますけどね。そうです。うん、だってね、この前役員にね。え？役員に言われてましたもんね。あ、ぶっこみ。そうですよ。役員に言われてたっていうのが面白い。まあ SOD もね、え、年明けになるのかな ?4 月の、はい、前半だったんですか。まあもしかしたら楽しみにしてる、リスナーさんもね、いらっしゃるかもしれませんけど。まあ、売ったらね、まあ多分配信ももしかしたらあるかもしれませんので。いや、絶対やりますね。ね、エロ配信やったらいいかなと思います、ね。どっかがやりますね。まあ、一斉にやるでしょうね。お父さんと一緒に SOD 打つわってやってますね。これ気まずくない、大丈夫、うん、そこで親子の絆が。
あ、男同士やったらいいけどね、そうですね、娘と一緒に打つ、ちょっとお父さん喜んでたら娘ドン引きせえへん、大丈夫？いやちょっとなりますね。なるよね。宮店長、今度のソフトバンクの金曜日アイスクリームもらえるんですけど、冬にアイスってどう思いますか？今月31でしたっけ、まあ、なんかね、あの前は吉野家でしたっけ、先月牛丼ですよね、はい、今回はアイスクリームだそうですけど、31、 いいんじゃないですか、31美味しいからね、こたつで食いたいです。でもね、冬にアイス食べたい人って8割超えてるらしいですね、なんか、そう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 、無理や、無理なんや、こたつで食べたい、そうそう、こたつ入ってってことでしょうけど、SOD 売っててばったり友達に会った時は気まずいって言われてます。まあ純粋にその台を楽しんでるっていうのを分かってもらえたらいいんじゃないでしょうかね。ぜひ変装してお越しください。そうですね、変装すんの。むしろ怪しいけど大丈夫ですかそれ。あのニット帽を目深にかぶってサングラスしてマスクして、はい、めっちゃ怪しいけどね。あなた各店に女がいたので稽古悲しいと言われてますけど、稽古さんちょいちょい出てきますね。稽古さん、稽古さんね、はい、どこの稽古さんでしょうか。どこの稽古さんでしょうか。何人もおるから大変ですね、稽古さん。はい、もうクリクリの音まで違いますって言ってますね。風邪ひいた時はアイスクリーム食べたくなるよって言ってますね。あ、なんかマイコプラズマ肺炎でしょ。あ、今流行ってるんでしょ。めっちゃ流行ってるみたいですね。あの生田川の大店長入院してたんでしょ。今日大ちゃん元気でしたよ。あ、もう治ったんでしたっけ。はい、元気に怒られてました。なんか肺炎、あ、怒られてたの。声がちっちゃいと怒られてました。声がちっちゃい、超怒られてた。大さん、そうなんや、結構配信ではよう喋るからね。あの、あんななんかジャイアンキャラみたいな感じだけど、僕同い年ですかね。あ、そうですか、はい、一緒に働いてたんちゃいます。一緒に働いてました、サイトで一緒やったのかな、はい、確かね。そうそうそう、ダイさんもね、最近ゴリゴリのタイマッサージハマってるってずっと言ってましたけどね。クリクリ、次回は裸でアイス食べてねって言われてますけど。いや、さっきまでこたつでアイスとか言ってたって。裸でアイス、ね、おかしいおかしい。グローブのケイコさんかな、あ、ケイコさんで、SOD 売ってる時コーヒーレディーの対応どうしたらいいですかって言ってますけど、隣の台に1回打つって打つるんや、コーヒーもらって戻るみたいな。あ、なるほどね。でもあのコーヒーレディーの人、あの台の方にこう歩かれる方いるじゃないですか、もう完全にマークされますよ。あの人 SOD 売ってるわって小話して、中市ゼロあるんじゃないって、中村さんって言われてますね。みんなイケメンですねって言われてますけどね、奇抜な色のウェイクを買った稽古です、あなた芝生って言われてますけど、稽古さん、ウェイクを買った稽古さんって言われてますけど、いや、ウェイクもうすぐ来ます、もうすぐ、そうそう、12月やから、はい、はい、上乗せ5、上乗せなかったの。いや、5ありますね。あ、5ね、0は免れた。これ0で終わることあるんですか。いや、0はないですよ。一応最低があるのかな、はい、ないはずなんですけどね、ゼロは、はい、クリクリ店長、カルビマック何個食べれるか挑戦してみてと言ってますけど、カルビマック、マクド、そんなん出たんですか。なんか次のバーガーがあれですかね、カルビなんかな。いや、僕あんま食わないんでね。まあね、クリクリ線細いからね、あんま食べるイメージないけど、食えないよね。え、みんなここにある3人割と細めやもんね。そうですね。ねえ、中心も細いし、ねえ、店長もね、割と細めなんで。いや、僕10キロ太りましたよ。あ、そうですか。じゃあ、あの、もともともうちょっと細かったんですね、じゃあ。それぐらいでちょうどええんちゃいます、でも。いや、最近お腹周りが。お腹周りが。みんな言うけどね。クリクリもあと10年したらそういうセリフ出てくるのかな。そう。ビールパラ。ビールパラ。クリクリは女めっちゃ食べてるって言ってますけど。いや、そんな食わないですよ。そんな食わない。はい、小食ですか。はい。1日1食、はい、まあまあやな。クエスト中のキューベ引っ張るの恥ずかしくてできひんとは言ってますけどね。あ、キューベ引っ張るのとかあるんですか。今引っ張って5でした。引っ張って5やな。
カニバリズムってことまだ引っ張りますよ、今から引っ張るよ、ね、あ、これかいや、いや、なんか棒ばっかりやね、なんか切ないね。これはひどい。ホールの店員さんで食生活どんな感じですかって言ってますけど、これどうなんですかね。まあ既婚者の方とまた独身の子で変わると思いますけど。宮店長は僕キセラでご飯食べてるのほとんど見たことないです。あ、そうなんですか。ご飯食べないの？店舗にいる間は、はい、眠くなるんで、あ、固形物は口にしない。固形物、あの飲み物だけ。はい。中抜けの時とかは基本的に抜けは帰ってすぐ寝るんで。あ、食べないんですか。1日に1食夜だけです。あ、そうなんや。持つんすね、それで。もう かれこれ5年ぐらいこんな生活してます。もう慣れっすかね。そうですね、もう食わなくても何とも思わないです。まあそれ多分ね、高井田の向山店長も同じこと言ってたような気がする。そうです、ご飯食べたら眠くなるから仕事がなんか効率が悪いって言ってね。そうそう、あと細ねえも。ああ、細田店長ね、はいはい、細ねえも固形物食わん言ってました。固形物細ねえコーヒー飲みすぎでしょ。そうそう、いや僕と一緒なんですよ。コーヒーとタバコとなんかで終わっちゃいます、はいはい、ああなるほどね、食べんでもいいんやね。眠いというかエネルギー足りてないんちゃうって言ってますけどね。まあ5年もそういう生活してたら慣れんのかな。こそっと窓が外しているって言ってますけど、バレちゃいました。バレてましたね。へえ、そんなんなんよって、ね、中氏は食べるんすか、ご飯ちゃんと。僕は別に普通に食べますね。あ、食べるんや。はい、食べんと逆にしんどくないですか。いや普通やっぱ食べたいですよね。ねえ、店長になるとそうなのかな。なるかもしれないです ね、 ね、甘いもの食べないと脳には良くないよねって言ってますけど、まあコーヒーとか飲んでんのかな。そうですね、僕の体の成分8割コーヒーとタバコなんで。出た、コーヒーとタバコ。早死に一直線。早死に一直線。まあね、食べないのがいいっていう人もいるしね、ちゃんと食べた方がいいよっていう人もいるし、まあその人の体調っていうかね、なんてやろ、変化もあるからね。おそらく夏屋でチゲばかり食べているのか。あ、これ私ですけど、これ言ってるの森店長ですね、神戸町のね。ありがとうございます。中島さんだけ今日もイケメンでしたって言われてますけどね。中島ファンすごいね、これね。これ嫁さん、嫁ちゃうよね、大丈夫よね、身内ちゃうよね。あ、しーちゃんですか。しーちゃん。しーちゃん。やばい。はい、本人かもしれない。食べられるご飯の気持ち考えたことはある。まあ、残すより、まあ、残すよりマシやけどな。あ、細ねえは飲み込む力がないから、流動食しか食べれないんちゃう。ひどい、ひどい。ひどいね、はい、あ、エピボ行きましたね。行きました。調子いいな。いや、宮店長の台がちょっとおかしいな。さっぱりですね。僕多分明日のお客さんのために今貯めてるんですよ。あ、貯めてる、はい、多分ストック機でしょこれ確か。エピソードでね。あ、違うよ今日だけ。あ、中島さんイケメン今日だけって言ってる人いますけど、ね、ムック店長は離乳食しか食べれないよ。ムックさんも飲み込む力ないんかな。細ねえっておじいちゃんだったのって言われてますけど。細ねえおじいちゃんっすね。細ねえどっちかやったら、あのおばちゃんかもしれませんけどね。ちょっとおばちゃんっぽいけどね。エピソードボーナスって何。20字以内でテンガを1回使って説明してくださいって言われてますけど、タカシ。これとりあえず、いや、テンガどうやって使うんですか。誰か信長書店行って買ってきて。あ、てい、あれですね、ホッパエラー出ましたけど。出しすぎました。これ今、永瀬さん何枚ぐらいですか。今もう500、500、500、600ぐらいですかね。500、600ぐらい。ね、中氏の台だけ挙動が違う。さっきのクエストもかなりいいの選ばれてたよ。そうですね、やっぱりあれかな、こう設定差が。いや、ないですよ。今日は同じ同一設定なはずなんですけどね。今日は同一。そう、設定100ぐらいなんで。100。そんな設定あるんかいって感じですけど、ね、そうそう。まあ中氏の台は調子いいね今日。はい、宮店長、あと50ゲーム以内にかからないとロレックスの時計破壊すんでって言われます。家に置いてます。わ、当たらんかったかい。ね、これロレックスの時計みんな知ってんのこれ。ね、ああ、知ってる人多いみたいです ね、 ね、時計破壊って言われてますもんね。
中氏隠れて天井ボタン押してるよね。いや、例のね。あ、なるほどね。スイッチがね。はい。ところで西田マネージャーは寂しくてウサギになってるって本当ですかって言われてますけど。そうなんですか。西田さん、西田マネージャーね、忙しすぎてなんかもう外食ばっかりやよってこの間言ってはりましたけどね。あ、そうなんですか。なんか、あさってが、北摂エリアの店長集結なんですけど、西田マネージャーなんか出るような話聞きましたけどね。まあ、その時また、いじってあげてください。台の設定が同じでも売ってる人の設定が違えばあーってやってますけど。そうなんですよ、僕スペック低いんで。ねえ、まあね、それは中島さんには負けますよ。中島さんには負けますよ。やりづらくなりますよ、また次期店長ですからね。寝ようかいっぱい飲もうか迷ってるっていう人いますけどね。飲もう飲もういっぱい飲みましょう。はい、飲んでください。西田マネージャーはマネージャーになっておしゃれなスーツ着出したんですかって言われてますけどね。これ絶対身内やんな。西田マネージャーはおしゃれなスーツを買われたみたいですね。そうなんや。なんでやろう。まあでもあれかな、マネージャースーツ着ること多いもんね。そうですね、まあ、あとはまあ 出ていく場所も変わるんで。そうですね、そうですね。まあ、ちょっとこう団着からは新調されたんじゃないですかね。はい、エピソードボーナスってどんな恩恵あんの？20字以内で1回ドヤ顔して説明して中しって言われてますけど、どんなのあるんですかね。逆に教えてくださいね。あんまり中し窓バゲ2分からへん言ってたもんね。そうっす。僕も知らん。知らんの？僕ワルプル入るんじゃん。当て方が分かんないです。当て方、そうやね、確かに今日宮選手の代絶不調やね。ワルプルなんか何割か言ってましたけど、何パー言ってましたよね、なんか。あ、で入るんですか。皆さん867番台ですよ。ただいま全然はめてますね。最終でもあれでしょ、はい、普通にマギカクエストは行くやろ。あ、一応今ね、中瀬の多分淡々と紹介しますけど。やばい、2箱目おかわり。まあ来た。まあ来た。クリクリね、始まる前飽きる言ってたもん、ね、西田マネージャーが寂しくて枕離さなくなったのは本当らしいよと言ってますけど、ね、どこの身内ですか。さあ、西田会のメンツの一人ですかね、もしかしたらね。なるほどね。まあ、窓曲げ2は設定に素直に出る気がしてたんだけど、ほんまに同じ設定ですかって言ってます、ね、本当に同じです、はい、そこは信じてください。ただ人間設定がやっぱ違うから。あ、なんか当たった。もうクリクリが飽きて、もう。ミヤさん、メダル使いすぎやろって言われてますけど。そうなんすよ、ボーナス当たったけど、やっぱ ARD 入らんと厳しいですね。さあ、入れようかな。そろそろね。もうクリクリはほんま完全に飽きてますからね。何し遊ぼうか。遊び出しますからね。新宿からキセラ川岸にシャトルバス出てますかって言ってます。いや、出てないでしょ。出てんの？夜行バス、夜行バス、夜行バス出てんの。ウィラーと提携してんの。それやりだしたらもうすごいけどね。ほんまに聞こうのはすごいなと思いますけどね。ゴッティのポケットマネでやろうか。あ、いいっすね。ゴッティね、ゴッティね、今ね、はい、お金持ち、金持ちかどうか知らんけどね。お金持ちゴッティね。まあ、ゴッティもね、ちょっと川岸から旅立っちゃったんでね。そうなんですよ、彼女作って。あ、彼女できたの？ゴッティ。いや、わかんないです。俺びっくりしました、俺。あれと思って。ゴッティそんな感じ全然なかったけど。いや、あいつ隠すんでね。あ、そうなんすか。すぐ隠す。あんま自分のこと言わないもんね、ゴッティ。実は結婚してるとかでしょ。あ、かげて、もう誰も知らんかったけど、実は子供2人いましたみたいな。まあ、ないことはなさそうですけどね、ゴッティ。なんかこう、秘密主義っぽいんで。え、ゴッティ金持ちなのとやってますけど。しこたま貯めてます、やつは。ねえ、車買うのも渋ってましたからね、最初。ゴッティは謎が多いよね、とやってます。ゴッティ自分のこと喋らんからね、やっぱり、ね。喋んないっすね。喋んない、喋んない。宮店長は送迎バスの運転士やってるって本当ですか。あ、もう職変わります。これあれやんか、あのエロ詩吟で有名な木村さんがね、あの送迎バスの運転士変わったもんね、確か転職してね、仕事がないから。そうそう、ロケバスの今運転士やってるらしいですよ。年
に1回ぐらいでいいから東京からキセラのシャトルバスやってください何時間かかりますか東京から、いやー9時間か10時間ぐらいかかるんじゃないですか、夜夜中大変ですよ多分ねえ、うん、大変だと思うな。長距離バスならシートがコクーンがいいと言われてますね。コクーンってええやつやな。1万円ぐらいするやつやわかったっけ片道。宮手長これもしかして今抜けそうっすか。余裕で余裕でやばいっすね。えビームあれかな、セット数を合わせかな、それ以外何も恩恵ないかな恩恵なさそう。とりあえずワルプルにも入ってないしアギクエにも入ってない。そうですね、ちょっとにね、ナカシーの代以外は、まあ、確かに飽きてもしゃあない展開ですねこれね、まあ、西田会って最近やってんのと言われてますけどね、最近やってないみたいですけどね。マネージャーが忙しいんじゃないですか。あのなんか6月かなんかにやる予定やったらしいですけどね、あの西田マネージャーがそのマネージャーになられたんでやるタイミングを逃したってみんな言ってましたけどね。忙しいですからねみんな。いやそうですね、確かにまだね年末かけてバタバタすると思うんでね、年明けてからちゃいますやるんやったら。コクーンで 51% の放流、キセラの近くにホテルありますかと言われてますね。ビジネスホテルかなんかさ。いやー、課題ら辺にありますよ。それ違うホテル。それあれやん、あのピンクホテルでしょ。ああ。どうすかね。カモあたりにも。カモあんの？ちょっと遠く。川え。まあまあ、どうなんですかね。あったかな、見た記憶ないな。川西の瀬口とかあんのかな。いや、ないないんや。関方面 の、はい、伊丹に行く方面にありますね。伊丹ね、はい、空港近いからね。ラブホがラブホな、ああ、そうやね、小津島とか行くとき通るわ、ラブホ多い多い、確かに高橋君、ご用達の あるんやいや、僕それやったら外でやりました、はい、青川やめてね、青川も、はい、高橋君、ご用達のお店、あそこやろ、はい、買ってる台があ、ポイントカードね、あの会員カードちゃんとあるのかな。もうホール止めたってって言ってますけどねホールでお泊まり会したら面白いけどね。いやこれでも絶対夜怖いっすよ。なんかね、なんかできそうっすけどねカモだって出るもん。あ、よう出ますよ。あ、マジっすか。はい、肝試しやります、川岸カモ。いやマジでね、なんか事務所とかでも急にドンとか音聞こえたりはしますよ。いや怖いっすよマジで。なんか死体埋もれてるとかないですよね、大丈夫よねいや多分上にカラスが住みついてるんやろ、カラスあ、梅田界隈やったらビジネスホテルあるよってね。何もでもありますね。まあ、確かに梅田から川岸の瀬口まで普通でも30分以内で行けるんだよね電車。はい、そうそうそう、めっちゃ近いです、1本ですからね。そう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 、半径遠征なんで近いですよ。カモで心霊検証しようってやってますよ。ああやりましょうかほんまに。ろうそくのね火勝手に消えるとかね。ああ。なんか霊媒師呼んで見てもらうとかね、やったら面白いかもしれないですけどね。キセラの近くのホテルはもしもしピエロってやってますけどねもしもしピエロはなかったと思うけどな。今必死で考えたけどあったっけと思ったけど、いやないなんか昔この辺ラブホあったみたいなを森店長とかが言ってたような気しますけど、今あんのかわかんないですけど。あ、カモでコックリさんしてって言われてますけど、コックリさんやるんいいですけどね、何かあったとき除霊みんなできないからねいいっすかそれで全然いいっす、そのまま放置になりますけど全然いいっすちょっともう顔がもう明らかに変わって、ちょっとキツネみたいな顔のあたとかなっても知らないですよ、マジで。大丈夫です、大丈夫、それはそれで面白いかなマジで。ちょっと高橋君顔つき変わったねとか言われるかもしれないですけど会議とかで言われるかもしれないですけどね。川岸には勉強部屋ありますか。ないです勉強部屋は尼崎じゃよかったかな。尼崎と奈良にあったような気しますけどね。奈良にはありますね。ありますよね、なんか帰り道電車の中から見たような気がします。はい、ありますね。カモでなんか出たら営業できひんやろって言ってますけどね。いや、いけるでしょ。
まあね、物じゃないからいけるんじゃないですか、要はお客さんの数増えるってことでしょ。ポジティブ、はい、ポジティブやわーな。気配でも一応お客様にカウントされるんですね。あ、カウントします。なるほどね。あ、今日稼働率 80% はやばー言うてパッて見たらね。そうそうそう、お化けも一人だね。そう、寒気するっていう。関西といえば勉強部屋じゃないんですか。まあ、勉強部屋グループありますけど、どうでしょうね。まあ一有名なのは多分尼崎とか奈良ちゃうんかなと思いますけどね。そうですね、奈良はあれ確かに電車から見えるかな。幽霊と幽霊とか信じてる人いてるって言ってますけどね。幽霊ね、霊感はない方ですか。まあでもないけど、お墓とかはやっぱちょっと怖いですよね。夜とか夜中とかはね。まあね、行かなあかんこともあるでしょうけどね。白いワンピースの幽霊さん、お願いだから派手な服着てって言われてますけどね。まあどうなんですかね、この辺は見えるっていう人もいるしね、見えないっていう人もいますけど。金縛りとかあったことある人います？全くないです。あ、そういうのはない。あの辺もね、そのほんまに幽霊にでこうなってんのか、筋肉が硬直してるからやっていう人もいるし、怖いけどね。じゃあ川岸にはエンペラーありますかと言ってますか。ホテルエンペラー、ホテルエンペラー、エンペラー高知島の辺あったじゃなかったっけ。昔森口にあったんですけど、森口のエンペラーは潰れましたね。あ、森口の裏側の方ですね。そうそう、裏のとこ、裏のとこ、そうそうそう、もうなかったですけどね。どっかにもエンペラーありましたよね。幽霊は信じないって言ってますけどね。プテラノドンの幽霊見たって人がいれば信じるけど、人が確かおらんのは謎。あ、まあ確かにその生物の幽霊ね、あの恐竜とか魚とかね、幽霊見たって言えばわかるけど、確かに確かにね、幽霊言ったら大体人やもんね。そうです。逆にプテラノドンの幽霊とか見たら逆に驚くけど。でもおってもおかしくない、ね。まあまあ、おってもおかしくはないよね。はい。キセラの近所、ホテル王将ありますかって言われますけど。ないっすね。あ、中志、詳しい、知ってるんすか王将。いや、王将関東にあるんすか。あ、王将ありますよ。あるんやん。まあ、中志ね、もともとは、神奈川のね、はい、方なんで、関東のラブホーは詳しいんちゃうかな思いますけど。まあそうですね、だいぶいいとこ紹介できますよ。紹介できる。なんでこっち来たの。はい、なんで関西来たの。いや、一発目ここだったからっす。役員から命令されて。させんさせんって。え、アルバイトは確かあれよね、相模原かどこやったっけ、横須賀。とりあえず面接した場所蒲田で、はいはい、でそっからちょっと時間空いて、はい、おキセラやって言われて、キセラどこって。そう、本当そうっす。誰のマネ、はい、誰のマネ。やっぱ店長になる人ちゃいますね。あ、役員のものやりづらい、やりづらい。さすがに僕にも無理やわ。見てますか。役員似てました。今のモノマネどうですか、似てたんですか。キセラや。なるほどな、そういうタイプか。まあ、分からんこともないかなって。分からんこともない。あ、聞いてる人が聞いてたら分かるって感じですかね。中志は関東で問題起こしたんやろうと言ってますけど。いや、まあ、配属がそもそもこっちやったっていう、ね、そうっす、面接受けてね。はい、一発目の出会いがここだったんで。もうまあでも、もうキセラ来て1年とちょうど半年ぐらいですかね。もうそれでもう主任でしょ。でもありがたいっす。早い方じゃないんすか。どうなんすかね、脅されたんで。やっぱそういう風になっちゃうんですね。必殺脅迫ですか。役員のモノマネするとか大物やな。大物です、大物。さすがに無理です。もうお蔵入りでいいでしょ。ちゃんとアンダーツリーの本社にね、映像を送り届けないといけません。やばいやつっすよ。そうそう、生放送です。もしかしたら見てる人もいるかもしれませんね、役員ね。近々 CR 王将配信やりますとやってますけどね。王将1年入ってますよ。まあやってもいいですけど、2時間持つって、はい、持たないです。まあね、ハネモンドがたまに好きな人いますからね、はい、
わかるで、入社直後地元勤務かと思ったら縁もゆかりもない土地に配属とか、わかるわかるってやってますね。大変ですよね。まあ慣れもね、慣れるまで大変やし。そうですね。よう家族もついてきてくれたよね。やっぱまあそうですね、けどいろいろ含めてやっぱこっち来てよかったと思ってます。あ、よかった。はい、全然あれでしょ、実家っていうか地元帰れてないんでしょ。まあそうですね、けど、まあたまに電話とかするとやっぱり面白いですよ。面白い。あ、そんな風になってるんだみたいな。あ、ちょっとしみじみしますねそれね。そうですね。でも次もしかしたら店長でね、こう関東変える可能性もなくはないでしょう。まあもう本当そこら辺はそうですね、その巡り合わせを信じるしかないですね。巡り合わせやっぱり戻りたいですね、ゆくゆくは。まあやっぱ嫁と子供はそっち据えときたいですね。ああ、据えときたいね。やっぱ邪魔な存在、うん、おい、うん言うたらあかん。今邪魔えてうん言う。いやいやいや言われてますけど、まあね、関東も木コーナーさんね、だいぶ増えましたからね。そうですね。はい、まあ、UDT ね、アンダーツリー東京は戻るかもしれませんしね。いやすごいな、木コーナー。ねえ、あっという間に。素晴らしい会社や。いやいや、よいしょ、下手くそでしょ。いやもう、くりくり下手くそすぎでしょ。棒読みやろ。まあでも、言うても100店舗早かったですからね、ほんまに。早かったよね。だって僕イカダにおった時多分30店舗行ってなかったっすよ。多分この配信始まった時もまだ60店舗ぐらいだったと思いますよ。670ぐらい、70なかったぐらいだと思いますけどね。まあ多分またどんどん増えるんでしょうけど。そうですね、ね、2、3年後なんか200店舗目指す言うてはりましたよ言うて人事の人言ってましたけど。そうですね。なりそうやね、すごいね本当ね。それまでには、まあ、間違いなく、間違いなく中志はね、川岸鴨の店長ですからね、来月から忙しいなるね、本当。頑張ってください店長。いきなり冷たい店長。頑張れ。頑張れ。ハワイ、あ、気候なハワイ店配属あるかもよって言われてますけど。でも沖縄にもし気候ができたら沖縄すぐ行きたいっていう店長何人か会いましたけどね。僕広島行きます。あ、行きたいですかやっぱり。僕広島行きます。 あ、広島店。あ、地元ね、はい、まあでもそれいいかもしれないですけどね、地元にこうね U ターンじゃないけど、もう広島のマツダねスタジアムのど、ま、真ん前にね、はい、でっかい店できたら面白いですけどね。中志は関東飛び越して東北に来たらって言ってますね。東北ね。東北か。まあ、あ、嫁のね、実家が青森なんでね。そうですね。あ、そうなんすね。ちょうどやん。ちょうど、ちょうどの意味がよくわからんけど。行けるやん。まあ東北でも地方あれよるよね、県によるよね。そうですね。いや、雪降ると大変っすよ。確かにね。もう埋もるからね、あっちの方はね。モノマネにリスも履いてたし、出世する男は違うなってやってます。知ら知らずに。怖い怖い。このペースでいけば再来年には53万店舗くらいになるんじゃん。多いよ。いい、多すぎる。倍以上や。私は全部聞こえます。そうですね、私は広島嫌です、倍稽古って言ってますけど。ちょい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 嫁出てくるね。気候な宮古島店作ろうと。これあれね、沖縄の方の宮古島店ですね。地元にない違う会社のパチ屋ができるって噂があって、気候なついに来たかと思ったら全然ちゃうかったって言ってます。はよ静岡来てって言われてますね。あ、東海地方っすか。まあ、その前に名古屋とかかなと思いますけどね、先にね近かったらね。どうなんですか ね、 ね、まあ、でもこの調子でいくとね、こう各地方にあってもおかしくなくなってきそうですけどね。そうですね。キコーナさんどうなるんですかね。素晴らしい、勢いが違う。あれこの勢い。よいしょよいしょ。計り知れない。計り知れない。圧倒的。急になんか滑舌が良くなりすぎたクリクリ。いやすごいよ。まあでもやっぱりね、働き口もそんだけ多いってことなんで、ね、職探してる人とかは本当にいいと思いますけどね、私ね。もう人が足らなくて困ってます。いや、ひょんと人足らないんでね、はい、人事部の方ももう本当に来てくださいっていうふうに毎月ね、会社説明会で言ってますので、
みんな助けてあげてください、まあ、やっぱそんだけチャンスを与えてくれる会社なんで、はい、だってねもう入ってね1年2年とかで副主任主任上がる子だっているんで、そうですね、いいと思いますけどね、そんな会社なかなかないから。すごい、ニコ生出演者募集中。そう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 、あの割とね、ここ宛先あったっけ。まあ、キセラ川岸までお電話ください。気候難は四国なかったっけ。四国はないですね。に一番西が姫路か。で、ようわからん。で、ひが。で、北、そうですね、一番西は姫路ですね。で、北が、京都の方になるのかな。南が桜井です。あ、そっか、南桜木になるのか、はい、そうです。で、東が茨城県になるのかな、茨城県の方になるのかな、そうですね、はい、今度は木甲奈さん、姫路より西に拡大していくんじゃないでしょうかっていうね、方もいらっしゃいますけど、え、岡山とか行っちゃう、岡山ですか、もう飛び越して広島行っちゃう、近くなるな、行こうかな、あ、岡山ね、実家は近くなるかもね、宮店長ね、全然近くになります、ね、ママさんが木甲奈、気候な宮古店、過去岩手県なら雪ほとんど降らないよってね言われてますけど、5年副主任もいたよねって言われてますけどね。まあ、人それぞれですね、この辺は人には人のペースがあるんで、はい、ね、早期にこう伸びていく方と大器晩成の方がいらっしゃいますね、小松か、はい、小松か。一応ね、駒駒も主任ですからね。ねえ、寝屋川南で主任やってますからね。ちゃんと対応対する会社です。かっこ会議で寝る人に対してもと言ってます。これね、会議で寝てたのはね、グリグリかな、わからないけどね。いや、ほんま。ほんま。会議とか真面目なんだ。真面目。ちなみにあれ、今席順とかどうなってるんですか。もうバラバラなんですか。だから分かんないですね、結構適当じゃないけど、はいはい、今回の並びはよう分かんなかった、ね、そうですね、あ、バラバラなんですね、前はなんかあの店舗のできた順とかやったじゃないですか、あの全体会議とかも、いや今そんなんないっすね、もうバラバラなんですね、ね、なんか成績順みたいなのありますか、あ、そうなんや、今回はほんまに謎ってバラバラやったんや、はい、ね、宮店長、クレンに聞こうな作ろう言われてますね、クレシー、広島のクレシーですね、ヤマトのミュージアムとかあるとこじゃないですか、あれ確かね、尾道の隣です、そうですね、これはダメです、クレね、作るんやったらどこら辺でしょうね、やっぱ市内になるのかな、あ、クレだったですかね、広島、福山とかじゃないですか、あ、福山ね、福山もね、ちょっと岡山寄りというか、やっぱ西、うん、一番東側ですね、そうですね、いや、これって ARD でしたっけ？ A タイプでしたっけ？なんかボーナスばっかり A タイプの300分の1の A タイプで、ね、そうで、獲得枚数150枚重たいな、なかなかしんどい台やな、ジャグラーの設定位置でもきついじゃん、そうですね、はい、なかなかしんどい台やな、首になっていく順で並んでいこうとやってますけどね、いやもう戦々恐々やわそんな偉、うん、い人にロレックス見られたくないから外したんですか、宮店長と言ってます、いや、ちゃいます、あの、もったいない、あれですか、使うのもったいないですか、いや、壊したら嫌なんで、あ、まあね、ロレックスは値段下がんないからね、大事に使いたいですけどね、はい、一生使うのダメなんで、ね、広島マツダスタジアムの真ん前にしようよって言ってますね、いいっすね、ねえ、僕毎日中抜けして見に行って帰ってきます、もしかしたらあれじゃないですか、こう選手とかも来られる方いるかもしれないですね、あ、いいっすね、結構ね、野球、あのプロ野球選手とかあのプロスポーツ選手、ギャンブルというかね、パチンコスロット好きな人多いからね、生田川にはこの前お相撲さんいました、え、あ、ほんますか、はい、お相撲さん座れるんですか、一応それ森店長、絶対怒られるね、これまあまあ確かに最近ちょっとこうまた大きなったなと思いましたけどね、村井店長とかもだいぶ大きいですからね、さすが 0.1 トンですよ、痩せましたよね昔に比べて、あ、そうですか、痩せてんのかな、 0.1 トン切ったんかな、いや、切ってないと思う、切ってない順調っすか、うん、宮津行ってからもね、順調に育ってる、育ってる、え、生田川って相撲部屋あったのと言ってますけどね、え、いや、なんだったの、たまたまほんまにお相撲さん売ってましたよ、地元の人とかいんのかな、
バイバイ力士に失礼ってありますけどね。まあでもど、いやまあなんかね、ちょっと 幅がね、やっぱりちょっと狭いお店とかもあるんで、そういう時は椅子とか大丈夫なのかなと思う。キセラは大丈夫です、広々で。キセラは広いからね、問題ないと思いますけど。カモンは無理です。無理なんかい、はい、鳥取砂丘店作ろうとやってますけどね。砂丘のど真ん中怒られるよね。両国の近所のホールには歴史結構いますよとやってますけどね。まあ、本当ね、プロスポーツ選手とか、甲子園のね、お膝元っていうか、西宮とかは割と阪神の選手とか昔多かったみたいですけどね。うちに来てる方とかいらっしゃったみたいですけど。やっぱみんな大好きなんですね、パチンコ。そうですね、結構なんていうんですかね、試合の次の日、休みの日とかやったらね、うちに来られたりとか。みんな大好き、キコーナ。キコーナかどうかわかんないですけどね。うん、まあまあ、キコーナにも多分おそらくは来られてる方もいらっしゃるとは思いますよ。タロットがみんな好きだろうって、ね、タロットないよね、ほとんどね。キコーナ出雲大社店作ろうとね。島根まで行くんすか。いやまあ出雲大社店作れたらいいけど、国の許可いりますよね、完全にね。出雲大社内はね、でまあ恋愛のね神様いるから、なんかそれにあやかってとか来てもらえたら嬉しいですけど。出雲大社ってそうでしたっけ。なんか縁結びかなんかだと思いますけどね。行ってこな。いや行かんでいいでしょう。全くいらんでしょう。違ったっけ。もうくりくりそれ以上縁いんの。縁いらんな。縁もいらん。これまだ中市続いてんのかな。これずっと続いてます。あ、そうやね。いや多分宮店長のやつは窓間際の違う種類のやつやな。A タイプ。 A タイプ、絶対 A タイプのやつやな。化け物語の偽物語みたいな感じの。A タイプ出てたんやね実は。足踏みしにくい台下のお店は嫌やな。でね、スマホ置きにくいから出てますよね。めっちゃ広いっすよ。いや、キセラほんのに広いですよね。 USB もあるし。そうですね、やっぱ USB のね、あるお店は助かりますね。そうですね、最近ね、やっぱ充電される方多いと思いますので。中市モノマネもっかいしてって言われてますけど。いや気候なエジプトスフィンクスって言われて。伊勢方面も気候ならないね。あ、これボーナス。また初めて赤ナナス。あ、いいですね。あ、三重の方もね、気候な欲しいねと言ってますけど、これ三重作ったらね、その大晦日のね、オールナイト営業大変ですね。あれ一回行ってみたいですね、人生で。ただね、この職業を疲れてる方はやっぱなかなか難しいですね、行くの。無理ですね。あれ20万ぐらい負けれる、もっと負けれるんじゃ。うん、軽く負けれるでしょうね。だってうちの友達はほんまに4パチで大負けして、なぜか1パチで取り返すっていうミラクルを起こしましたからね。38時間ぐらいいけんのかな、あれ確かフルで。いや、40あれ、いつからいけるんでしたっけ。31日の何時からだったかな。9時ぐらいか。9時の、よく9時ぐらいまであるんで。ですよね。あれは36時間か、いけますね。なんか間1時間ずつすごい仮眠して、それ以外ずっと打てたらしいんで、すごいよね。確か40時間まであったはずですけどね、ある店でも。いやーすごいね、40時間。打ち続けれますか。40無理。いけるんちゃいます。あー、ここはなんかこう若さとかも関係してきそうですけど。無理。いやもう肩上がんないですよね、多分。多分もうだってもう今で肩痛いもん。まあね、ちょっと10時間打つっていうのを耐久レースみたいなのありますやりますよね。行きたいっていうより正直あるでしょ、こんなん言うのもなんですけど、はい、打てないでしょ。打てないよね。だからほんまにゴッドとか一撃に勝てるぐらいしか。そうですね。あとだってもうあと台が空いてないんで、多分で、ね、ギャラリーがすごいらしいですね。いつもツイッターとかでね、写真アップされてますけど。まあでもこのね、やっぱり職業疲れてる方はやっぱり1回は経験したいなって人多いですね。そうですね、1回は行ってみたいです ね。大晦日激混みなんでしょうね。そう、めっちゃ混んでるらしいです。各ね、全国からライターさんとかも集まるみたいなんでね、そのオールナイトね。よくだからそうそうそうね、ライターさんどこどこの店に行ったよっていう情報とかも結構ツイッターとかで上がってましたけどね。
駅コーナー淡路島店いつ建設予定ですか。淡路島作るんかな。作ったら逆にすごいですけど、ね、島ね、島ね、どうでしょうね。まあ明石海峡大橋渡ったらすぐですけどね。淡路島ゼロじゃないですね、まだ、まあ、まだ多分関西やし。そうですね、ないこともないけど、そうですね、キンキンではないですかね。ではなさそうです、ね、うん、行きたいというよりもむしろ働かされるパターンかなと思います、ね、39時間チャレンジはきついと言われてますね。2万ゲームぐらい上乗せあったら脳汁出そうと言われてますね。いや、やばいでしょうね。あとはもうひたすら眠気との戦いちゃいます。もう打ち切るまでが大変っぽいけどね。だからパチンコとかはほんまに無理ですよね。あー、そうですね、なんかもう連チャン来たけどまたハマりきつくてっていう、こう波がすごそうですね。手も動かさないから眠気でしょう。あ、でしょうね。多分だから寝落ちしてる人多いと思いますよ。そうですね、まあ、まだわりかしこう神経使いますからね、それたりしなあかんから。オールナイトでライター集まって打てなかったら面白いのにね、大確保できないだけの1日だけだったらおもろいって言ってますね。めっちゃボロボロだった、でも11時間あたりから席が空き始めて14時間ぐらいで設定6でも空いてる場合があるお伊勢様という。へー、多分もうある程度出て持って帰る人とかもいてるから、そこで空き時間出るんかな。言われてますね。あ、高知県来てくださいって言われてますけどね。いや、僕も高知が行きたい。高知行きたいですか。おばあちゃんが高知県なんで。なんかみんななんかゆかりのある場所行きたいですね、やっぱりね。そうなんですか。地元愛がいい場所なんでね。あ、郷ひろみさんのグループとウンハンがツートップなんで、もう一つ大きな店舗欲しいって言われてますね。あ、高知県がですか。高知県。あ、そうだね。あ、いい顔さん多いんですね、高知県。あ、そうなんや。カード取り忘れとか多そうやねってね、割とガチでって言われてますけど、なんかね、多分寝ぼけながら打ったりとかあると思うんで、忘れ物とかは多いでしょうね。でしょうね。なんかもう慣れてる人は、交代制で打ってる人とかいましたけどね。一人は寝て、一人は打ってみたいなね。そうそう。キコーナぜひ伊勢島店作ろうと言ってますね。作ろう。伊勢島。三重県。三重県。で、オールナイトやってって言われてますまあ、どうですかね、行きたいっていう店長いてるかな。働く方ではしんどいっす多分39時間の空けた方ですもんね。いや、無理やな、まあ、だいぶ若いこう体力のある店長で頑張ってもらうぐらいじゃないですか。くりくり、流し。いや、僕、ほんま体力ないんですよ体力ないっすよ、どういうことや。ほんまに無理っすわいやいや、まあでもクリクリ、まあ、28?27? 27です。27か。あれやったっけ、江藤店長と同い年。あ、外国人。外国人はい、同い年です。まあね、豊中北の炎上江藤ですけどね。そうです炎上させたからね。同い年か。炎上させたんですか。そうそう、あの人、あの関東で放送で炎上させたから、あだ名が炎上江藤になりました何やって炎上したんですか。あれですよ、あの寝台のもうめちゃめちゃ寝台の時に最速でガルパンやったんですよ、はい、で関西のノリでガルパン当ててダムクリしよったんですよ、はいはいはい、それで関東のユーザーさんって割と台をしっかり見てるユーザー多いんで、お前何しとんねんみたいな、もう炎上炎上そうそう、でクレーム来て、次の日あのウェスカーから電話がかかってきて大笑いされるっていう そうそう関西はね、あんまり炎上しないんですけど。会議の資料に会議の資料に書いてたっけそうそう、関東ユーザーさんはね、割と台を真面目に見る人多いからね。関西はなんか台も見るけど、割とね、喋る人多いからね。気候な熊野古道店をお願いします。今日は何時間ですか。一応このチャンネルは2時間ぐらいの放送ですね。でも39時間空けたら売り上げ結構あるんじゃないかな。いやー、これどうなんでしょうねポールさんの事情とかね、一回聞いてみたいですけどね、三重県とかのね。それに対抗して、うん、キセラもやりましょうか。キセラ40時間40時間耐久。どこで、はい、あ、ここでここでお客さん、お客さんもずっと、はい、もうみんな顔ひそうな顔してやってるやんいけるでしょ。いや、もうお客さん邪魔やわ、思われるかもね。高橋くんやるやろ。
それやったら僕出演します。そもそも許可おりひんやろがって言ってますけどね。まあ別ブース作ってやったらできるかもしれないですけどね。関西の視聴者大見てないみたいな、まあ見てないけどって言ってます、ね、大も見てる人が多分全体の2割ぐらいかな。関西は多分そんな少ないんすか、うん、絶対少ない、うん、大体8割ぐらいはトーク絡んでくるリスナーさん多いね。じゃあ今からここまで得してください。やばご、ほんまに店でかかってきますよ、あの宮店長。奈良とか普通にかかってきましたからね。そう、鴨で40時間心霊検証お願いしますよって言ったんで、関東は早く当ててくれとか多いよ、関西は罰ゲームとかトークとかって大関係ないとこで盛り上がってる感じだと思いますね。体はずっと張ってきましたからね。そうですね。なんかね、やっぱ喋るのがね、こう上手な人多いからね、話のなんかこうつなぎ上手よね、みんなね。え、かけての店と言われてますけど、それ言っちゃったらほんまに店の電話なんでと言われてますけど。あ、いいですよ。いや、通知でお願いします。どういうことやねん。いや、ほんまにね、これどこやったっけな、みあ、ちゃうわ、奈良とどっかね、ほんまに店でかかってきたからね。で、なぜか、リスナーさんと電話するっていうね。あ、奈良かかってきましたよ。そうそう、奈良やってた。キセラ耐久40時間はただただやつれていくのを見る配信になるよね、書いてますね。関東はネクタイを緩めて第一ボタン外してるだけで店燃やされかけた、書いてますけど、どういうこと、どういうこと、どういうこと、これどういう意味。いや、まあ見出しの見やしっかり。あ、そういうこと。まあもちろんですよ、それは。まあまあそれはね、髪の毛長いけどな。クイクイ。確かにね、前見てた感じよりはだいぶ髪長なったなと思いましたけどね。まあまあ、しゃあない、しゃあない、寒いからね、寒い、寒いからならばかけたい。切るとこないやん、この辺。切るとこない。あれは何か髪の毛切るとこ自分で切ってる。あ、そうなんすか、はい、じゃあ宮店長に切ってもらったらいいんじゃないですか。いや、なんかやらかすもん。右と左の長さちゃうみたいな。あ、絶対普通にやりますよ。あ、新名みたいな感じでした。自分でやって。すごいね。関西なら福知山や舞鶴が深夜営業じゃなかったっけ。そう、京都はね、オールナイトは無理やけど、ちょっとこう延長営業っていうかね、1時まででしたっけ。そうそうそう、期間で許されてる、地方もあります。しかも店電は電話の声は放送に乗らないという一人で喋ってる状態の放送でしたね。そうですね、中条店長が一人で喋ってるっていうのがありました。でもね、ちゃんとリスナーさん、電話ね、ほんまにかけてきてくれたからね、スカイプの意味が全くなかったっていう放送ですね。じゃあ今から弾幕お待ちします。弾幕で。皆さん、前の職業って何と言われてますけどね。前の職業、まあ転職組は中市スロリーと。スロリーと。スロリーと。え、クリクリ、スロリーとな。いや、僕は違いますよ、ほんま。クリクリ、でもアルバイトからやもんね、聞こうな。いや、僕、紐なんで。紐。ごめん、言うたら納得になってますね。転職、紐です。紐か。はい。紐ね。笑てるやん、めっちゃ。ボンクラ大学生、スロニーと。やかしいわ。僕、アルバイトっす、普通に。アルバイター。はい、アルバイター、フリーアルバイター。フリーアルバイター。いや、ボンクラが。社員やってましたからね。実は一応社員やってた。19。あ、そうなの。社内恋愛して嫁さん見つける。で、その店から締め出される。その店から、ごめん、締め出されるってどういうこと。いや、まあ僕の嫁新卒だったんですよ、その会社で。あ、そうなんすか。新卒のパチンコの社員として。はいはいはい、はい、いたんですよ。既婚なじゃないよね。そうす、別法人。別法人やね。はいはいはい。しかも貴重な女性新卒。そうす、マジでを、はい、僕の一目惚れで奪い取って、はい、マジでかすめ取った。そうす、でその時の店長に殺されかけるっていう。で逃げた。そうす、一生幸せにしますって逃げていきました。マジか、はい、で今不幸にしてます。ボンクラって言うて、ボンクラ学生っていうのが面白かったけど。キセラ川岸の電話ググって電話かけたけど誰も出なかった。あ、ちょっと今誰も事務所いないです。ほんまに電話するんですか。関西のノリで電話かけたろかと言ってますね。
コメントしてもう一回電話したら出てくれますかってやってますね。あ、今ちょうどじゃあ電話の方向かったんですよ。今ちょっと一回事務所行きましたけどね。いやマジやったら一回かけてこちらのね、あの宮店長の音声が届くかどうかわからないですけどね。で、来年の転職予定はありますかって言われてますけど、来年転職、あ、電話かかってきました。嘘、リスナーさんこれ。はい、お電話ありがとうございます。気候の地で管理してみやと申します。あ、どうもこんばんは、ありがとうございます。ありがとう、 ありがとうございます。ほんまにかけてくれた。どちらにお住まいですか。テレフォンショッキングみたいな。あ、高知から。あ、高知市、ありがとうございます。高知県須崎市。須崎市かどうか分からへんで、はい、高知ちょっと今事務所と現場を離れてる。そうですね、現場違いますね。だいぶちょっと20メーターくらいありますね。はい、わざわざ高知からお電話かけていただきまして。高知県須崎市です。須崎市じゃない。分からんよね。いやこんなに遅くまでありがとうございます。また見てもらえたらいいですね。え、高知県須崎市。はい、ほんまにかけた。四万十川の近く。あ、はい、本当ですか。すいませんでしょうね。はい、よろしければまた坂本龍馬関西にも遊びに来てください。あ、やろうな。将来の夢、坂本龍馬。はい、かしこまりました。また高知にもし気候ができるときにはすぐに気候なチャンネルでご報告いたしますので。そうですね。はい、ぜひ多分クリクリが店長やね。このチャンネルよろしくお願いします。いや、ほんまアピールしとこう。高知県。はい、すみません、ね、わざわざありがとうございました。はい、失礼いたします。あー、ユーザー名聞きたかったな。ほんまに出回った。いやすごいね、奈良に続いて、はい、本気で凸いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これほんまにコメントくれた人やな。いやね、リスナー名教えてもらえたらよかったな。あ、失敗しました ね。え、一人芝居宮店長って言われてますけど。いや上級者っすね。いや事務所でね、はい、早く延長せえっていう風にね、はい、セコムがずっと。ああ、そうかそうか、それで言ったんや。そうそう、いつもね、セキュリティ会社のね、肩来られたりするんで。そうなんですよ、ちょっと。そう。いや、でも事務所までは電波が通るってことですね。あ、そうですね、マイク普通に聞こえますね。はい。結構遠くまで行くとね、ノイズ入ったりするんですけど、あ、じゃあ事務所まで、ここからやったら事務所まで大丈夫なんですね。はい、大丈夫です。じゃあありがとうございました。ほど高知から。はい、高知からありがとうございました。さっきコメントくれた高知のリスナーの方みたいです。そうですね。多分そうですね。はい、まあクリクリがね、高知県行きたいってアピールしましたんで。高知。はい。あ、電話したものですってことでね。あ、ありがとうございます。ありがとうございました。あ、これはコテハンロリガミ様っていうかな。ありがとう。あ、ロリガミさんっていうかな。ありがとうございます。ご出身ですか。高知県の。地元なんですかね、高知ね。須崎市。さあ、まさかの凸があったということで。計算したよ。新城川。はい。じゃあ終わりますか。ロリさんお疲れってね。刺激一人芝居ってね。あ、神戸中央の店長が一人芝居やってるって言われてますけど。いやー。通常楽しんだわ。いやー、宮店長ちょっと。悲惨。A タイプ。ボーナス3回。一応あれですかね、中橋さんの台だけ。いや、よう出てましたね。まとまって出た感じ。さすが。はい、さすが持ってる音がちゃいますわ。すぐ仕込む。いやー、バカ。すぐ仕込む言われた。文句すごいな。ちょっと出たらね。さすが持ってる音がちゃいますね。やりづらい、やりづらい。セイラは店、あ、突然やっていい、メモメモって言ってますけどね。はい、じゃあ次回からもぜひ。ただちょっと事務所と現場と、そうですね、ホールドちょっと距離ありますんで、電話する際は一回コメントいただけたらと。はい、今からガチ突しますっていうふうにいただきましたら、そうですね、移動して事務所に待機しますんで。そうですね、はい、さて宮さん走らそうと言ってますけどね。いつでも。はい、今日の実践はグラフみたい。まあ、まだ川岸鴨のね、アピール来てますけど、来月はちょっとまた特別なことをする可能性があるんで。あ、わかりました。はい、来月。来月ですね。はい、カモ14周年。言わすわ。言わすわ。2002年の12月が誕生日なんですね。へえ、ね、2002年の12月が誕生日。はい。今の表現ちょっとおかしくないかな。言われてますけどね。はい、ちゃんとせ。まあ、12月がまあね、14年。上司やぞ。すいません。そうや、主任降格やったわ、そういえば。まあ、14周年っていうね、はい、おめでたくなってますんで、はい、ぜひ来月忙しいね、クリクリ。じゃあね、あ、じゃあ来月クリクリ割れやもんね、キセラの主任やから。キセラの店長です。
その時はで僕が来てたの主任クリクリが全然よくわかんない3人でローテーションだが1月ずつローテーション待ってんじゃんねえなかなかその珍しい店のシステムですけどね、はい、役にまた怒られそうですけどね、はい、絶対怒られるでしょうねほんまほんまやめときゃほんまにあかんからキセラやキセラやじゃあ怒られるでよお前はい、言ってますので、ぜひね、まあ、ファン感謝でね、18、19、20日、3日間ありますんでね、はい、まあ、今、キセラのね、大変当たりやすくなっております。そう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 、ルンバいいねって言われてますけどね、はい、ルンバにテレビに、もういろいろあるんで、高橋君からのハワイ旅行もプレゼント、いいですね、ポケットマネーね、いえいえ、個人的にはなんかレコーダーええかなと思いますね。俺らね、高橋店長の新婚旅行と一緒にハワイ旅行え、一緒についていくの嫁さんと一緒についていくのそれでよければクリクリの元嫁って何頭ですかって言われてますけど元嫁何頭で答えにくいわぜひ梅北で引いてください、はい、2頭です2頭あ、はい、結構なあれですね豪華商品ですねそんな上にいかんでしょう2人います2人人あれってなるやんそれ あれってなるやんそれおかしいおかしい2人増えてるからいつの間に罰になったんってなるやんびっくりした自分はほんまやわとりあえずくじを1枚ずつ引いていこうと言ってますけどね、はい、ここでね1等賞当たったらすごいよねでも逆にね当たりやすいですよ6本以上そうですね、はい、キセラに関してはまあもう時間もここ出てますけど、はい、まあ3日とも、はい、15時半はい抽選やりますのでミヤ店長のわがままにより1回のみほらあわがままやったほら違いますで川西が2回やねそうですはい10時45分朝と夜です10時45分雑やわ雑10時45分と14時45分夜ちゃうやん夜来てももうないよ、まあ、マネージャーからは3回やったらって言われるんですけどあれ今のクリクリごめんもう一回やってもらっていいディスってんの何のこと何もしてないよ親分なんでもうやめていきましょう親分来たって言われてますけどわかるんやねみんなすごいねやっぱね見てるだけあるよね雑って言われてますけど、ね、親分なぎげに上手やったよって言われてます、はいまあ、親は怒んないでしょう、多分、ね、はい、大丈夫だと思いますね。ぜひね、ファン感謝で、きっと盛り上がるんじゃないかなと思いますのでね。ぜひ来てください。はい、川岸3店舗、ぜひお待ちしておりますんでね。はい、はい、設定6件とか欲しいと言われてますけど、そんなんあったら私らも行くよ。はい、あるんかな、ほら。もしかしたら。まあ、一回来て、確認してください。確認。はい、確認すんの。もう5回与えるからやめてね、本当に。係数機とか商品に欲しいって言われてますね。何、係数機ってどういう何を計算するんやろ。これくらいやったらいいですよ。いやいやいやあ、1個持って帰ります？重たい。結構重たいけどね、結構な備品ですけど、まあ、ぜひね、キセラも、まあ、800台以上のね、はい、デッカーお店ですしね。え、川岸は？川岸も400台オーバーす。ないですか？ないよ。今めっちゃ雑やったけどな。まあ、とりあえず明日は、はい、まあ、朝まずうち来ていただいて、そうですね。で、まあ、朝昼とか。朝、抽選だけ引いて、10時台と2時台までは鴨にいてもらって、で寒いなーって暖を取って、あ、暖を取って、そうそう、4時間ぐらいね。はい、で、3時半の抽選に間に合うように、来てください。来てください。3日間ね、はい、来ていただけたらと。まあ、そうやったら抽選3回できるんか。はい、そうですね。チャンスありますんでね。多分ほんまに当選本数的には相当多いんで、当たります。多分3回引いたら当たります。はい、このファン感をするぐらいやったらぜひともここに来ていただきたいかなと。やっぱりね、商品の数が違いますから。そうです、何かしら持っていただけるね、持って帰っていただけるんではないかと思いますので、来月は高橋店長の悪意のあるモノマネを。いや、悪意モノマネシリーズ。ほんまにそういうの、ほんまにやらないよ。悪意あるわ。今までね、ジョージ氏のね、悪意あるモノマネみたいですけどね。いやいやいや得意やもんな。いえいえ、ほんまに苦手っすよ。いや、うまかったっすよ。クリクリ、ちなみにジュースを取った時って誰が店長やったんですか？細田店長。細田への真似とかできるんじゃないですか？いや、あの人は全くできない。できない。特徴がわかんないっすわ。あ、特徴がわかんない。細いだけまあね、なんか今までの多分上司がそのニコ生関係の人多分多かったと思いますのでね、はい、
ちょっと悪意あるモノマネシリーズやってもらえたらと思いますね。なんかね、特徴あればいいんですけどね、誰もないんですよ。あ、ニキさんは中途半端です。あ、しげる、しげるはって言われてますけど。いや、あの人は声低すぎてちょっと無理ですね。声低すぎて無理。まあ、クリクリの方が高いもんね、声がね。いや、わかりました。じゃあちょっと悪意のあるモノマネちょいちょい出てくると思いますので、はい、はい、中氏もね、さっきちょっと誰かのモノマネやってたからやばいっす、ね、しまいにあのピン放送とかだった時、あのミヤさんの悪意のあるモノマネとかやりだしそうです、はい、あー、なるほど、急にやるんやな、いつでも。いや、そうですね、あのかかってこいって感じで、やりづらい、お待ちしております。はい、ということで、まあ川岸ね、また、キセラ川岸、来月もね、あるというふうに聞いておりますので、はい、やります。まあ、ぜひ、はい、まあ、ご期待していただけたらなと思いますんで、はいはい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。明日は、キコーナーエビエ店の放送ですかね。はい、あの寺尾店長かな、弾幕用紙で待っててください。弾幕用紙で待っとくの。来月、あ、明日。どっちかな、まあ、明日多分ね、なんかその天下のモノマネやってくれると思いますので。なるほど。あの天下のモノマネ見たい人は、あの寺尾店長に頼んでみてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあこんな感じで、今日はね、キセラ川岸から放送終わりたいと思いますので、はい、皆さんお疲れ様でした。それでは、さよなら。お電話くれた人ありがとうございました。一つありがとうございました。100店舗すべてお客様に自信を持っていいお店だと言えるように書きました。同じ思いで頑張っていくことによって今後の目標も達成できるであろうという、はい、願いが込められております。皆様にとって身近な存在になっていただくためにこの言葉を選ばせていただきました。すべての人々に愛される、頑張りが実を結んだ、お客様が満足できるようになっています。ありがとう。まだまだこれから。200店舗、300店舗と、ノースコーナー、ノーライン、広がる楽しさのはこのお店で遊びたい。いつまでも輝きを忘れず頑張れ。